アルフィーだ、アルフィー、すごー。そう、あの緑の人がメンバーシップ登録してくださってる方たちで、めっちゃ濃いファンの人たちが今日集まってるんですよ。メンバーシップ登録って何？ Hello everyone, this is Aki. I will be translating as always, trying to get you guys all the information I possibly can. すごー。 Don't know if I will be able to pull it off, but I will try my best. ジェスチャータイム。ごめんね、音出なかったからもう一回やるね。Yay, sound good. Okay. Hello everyone, this is Emi Sakura.はい、ハローエブリワン、七重高橋。真似したハローエブリワンって真似した。Yes. Well, dear good friends, this is はい、ドック。This is Emi Sakura, and here we go with Choco Talk. すごい、このドックさんは私のファンなんです。すごく嬉しくない？さくら。そう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 。すごい。奈々ちゃんもこのあれがあるのよ、絵文字。奈々ちゃん何がいい？絵文字。みんなあるの。めいちゃんだったらリンゴとか、私だったら桜とか、アッキーだったらなんかスペードマークのエースみたいな。なんじゃ、なんか好きなさ、食べ物とかマークとか。あ、スイカ。スイカ？ドーナツかスイカ。もうスイカ。夏はスイカ。ナナイさん says, her emoji will be a watermelon. それ今食べたいんだよね。動かず少女さん、高橋ナナイ選手お待ちしておりました。あ、Thank you very much。 起きてる？起きてる？あんまりさ、寝てない、口が動かないの。人と喋ってないから、あんまり。手伝いさん、ナナちゃんにありがとう。ありがとうございます。こんばんは、ナナイさん。わっしょい、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 わっしょい。あ、来たー。あ、スイカ、すごー。だって私本当もう大好きだから、カットで買うのはもう無駄だから、丸で買ってますもん、うん、スイカ。一人暮らしで、はい、食べきれないのよ。あの、だからカットして冷凍したりして。スイカって冷凍できるのね。できるできる。それであのジュースでガシャーして。あ、じゃあその健康に気を使ってるから、スムージーとかパッションスイカ、マックスボルテージ、マックスボルテージパッション Thank you, Grace。 スイカか、すごいね、こんなにスイカ。すごいよ。ザ・ジョシポットさん、ありがとうございます。楽しみです。 Excited for this。若くしてました。もうめっちゃ昔の話する。 25年前の話する。マックスボルテージ。あ、これもマックスボルテージじゃない？違うよ、惜しいよ。シードリング。これじゃ、これはシードリングで見てわかると思うんですけど、うんうんうん、これは7重のファッション。これ、はい、あの、ま、これね、マックスボルテージかと思ったら違った。エマに見えないじゃん、これは。このだから、こ、Still, as you can see, very good friends. They are fighting on the design as what is right and what is not. Love and passion.かっこいい、かっこいい、かっこいい。あの発音が本格的だから、うん、すごい。ラブ&パッション。大きい声で言っただけだよね。かっこよく言ったよ。かっこよかったですね。うん、Very cool、ナナイさん saying、はい、love and passion、so. いや、実は私あの2日後にデビュー25周年、すごい、おめでとうございます。迎えることになりまして、 coming up on her 25th anniversary in 2 days で、まあその、って言ってもあの初めて見てる方とかもすごく多いので、はい、すごい急に今吹き出してきた。エアコン入れてください。汗が吹き出してきました。長いとこはちょっと週なんで。あ、あのイギリスのダンもいるよ。すごいね、各世界から。 Hey there, how are you, bro? うん、プロレスリングイブの各世界、うん、あ、すごい、あの開始3分でどっかに行っちゃうゲストっている。Where are you? Where are you going? Come back. I'll be back. I'll be back. The Terminator. Terminator. 私ベストワン。I like. Terminator. でも映画の話うっかりするとさ、映画の話が本当にみんな熱いから。Nice actually really loves Terminator. She just let you know. あ、まずあそう、25周年迎えることになって、はいはい、その。今までお願いしたのが、まずまこちゃん、はい、葵ちゃん、はい、花子ちゃん、はい、高田さん、はい、もういろんな方にその私のちょっとした時代をこうお話し一緒にさせてもらうっていうのをやってたのね。なので、奈々ちゃんにしかできないあの25年前の話を今日は一緒にさせてもらおうかなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。いや、では、as you all know、 すごい、Nana San is like the sixth guest in this series of interviews for the 25th anniversary. And Emi Sakura says, I would like to talk about something that only they
can talk about something, some stories, some talks, some feelings that they only they share together, and they will be doing that today. I'm very happy, very cheerful, getting a very good lemon drink and a beautiful dessert together. マーズさんは近況じゃないけど、あの、はい、足の手術を、はい、USA もう半年経ちました。6年半後、オペレーション。オペレーション。Yes. そう。Nanae san is actually right now in recovery from a knee injury that she had operated on 6 months ago and is going. It seems 英語じゃなくて OK ですよ。はい、後でチャット全部読ませていただきますので、ぜひあの拾いきれないかもしれないんだけど、たくさん書き込んでいただけたらすごく嬉しいです。 As always, everyone, they're really going to focus on the talk so you guys can enjoy and get to know a lot what they have passed through with each other. So we might not be able to read all the comments, but we will read them afterwards as it is like one of our well main things, and that's why we have the chat option. So please do feel all go all out chat all whatever that comes up, whatever you think about it, please let us knowAnd please chat as much as possible. We really love it. みんな言う、それアッキーの英語教室はみんな言うけど、みんな1回ぐらいで終わるのよ。2回ぐらいで終わるのよ。だから、それを言うと、はい、分かってますよ。続きませんよ。こんな一緒に、3年ぐらい一緒にいる私とかめいちゃんがね、続きませんよって言ってるの。で、兄貴何回かやってませんでした？はい、やりました。ね、で最近、兄貴がちょっと、なんていうかな。忙しくなってしまう。だからスケジュールが合ってないです。こうやってみんな続かないんです。でも、もうやる気満々です。前会った時も。やりましょうってことになりました。もう一回。そうです。うん。まあ、あの、足の怪我で欠場中、はい、ということなんだけれども、はい、まあ、しばらくは、まあ、現場にも行ってないの。現場いや、6月から行くようになって、はい、行くようになって、でも現場にいても邪魔でしょ、何やってんの。邪魔じゃないよ。マイクにバーッと入れてバーッとなっちゃう。 To your hometown, like have you been to back home? And she says, yeah, I've been going back since July. Ms. Sakura goes, well, what do you do there? You're just probably in the way. 邪魔じゃないですよ。だって会場に一番偉い人がいて、しかもなんかさ、用事とか頼みづらいじゃん、偉い人だから。え、あの、いや用事は頼まないけど、やることいっぱいあるから、うん、ずっと動いてるもん。え、足痛いのに。そう、それで足痛くなっちゃって、あかんって。何やってんの。あかんってなって、で、7月…あ、ゆっくりね。あ、大丈夫。7月26日は、よしこの誕生日の興行で、あの、リングアナのなんか、なんていうの、補佐、なんていうの、アシスタント、はい、うん、をやったりしました。びっくりした。ナナちゃんがリンゴアナやってたら、もうその興行失敗ですよ。ちょっと待ってよ。そう、まあそうだと思うけどさ。Insults are flying, everyone. Insults are flying. ちょっと待って、私の方が顔でかく見える。ちょっとナナちゃん前だ。え、何が？こうじゃない？なんでこんなに一緒だと思うんだけど。一緒。悔しい。本当だ。私なんでこんな顔で見えるんだろう。Conscious of her face looks big, so she's like, Nanae-san, come in the front.パイナップル、ユナモンがいる。あ、ユナモンいる。よかったね、このルールが。わかりますよ。パイナップルはユナモンでしょ。来たらユナモンが来てるってこと。バナナは？バナナもユナモン、トロピカルだから。バナナとパイナップルですね。ねえ、よく言う。何も説明してないのに分かったよ。わかります。パイナップルわかる。So, Yunamon is here. And by the way, Nanae-san has been really working hard on her sibling sores. Even though she can't really do much, she still walks around all the time. And due to that, her legs hurts more and is taking more time. じゃあなんか仕事をしてるんじゃなくて、物理的にいっぱい動いてるってことか。あっち行ったりこっち行ったり、何か届けたりとか。そうですね。あとセコンド。セコンドなんか絶対ダメだよ。なんかでもさ、近くで試合見ると嬉しいじゃないですか。ね、ファンは出てけ。でプロレスファンだからさ、いや、すごいな、楽しいな。あなたの一番大事な仕事は、まず足の怪我を治すことです。そう思いました。そう思いました。だから最近ではちゃんとやるようになってきた。After 6 months of even doing seconds on matches and still hurting her leg, walking around, like carrying stuff, she has finally decided to take it easy and...not do all that thing so her leg can heal. See, it took only 6 months. そう。おびちゃんもさっき言ったから。あ、じゃあ見てるんだ。そう、多分新人の子たちも見てるので。すごい。そう。なんかあの、
ね、場外マットのさボコってしてるとことかなんかわかんないけど中継のカメラのコードとかに引っかかったりとかして、あ、七井さんいいんだいいんだ、あちらでお願いしますとか言われてまた逆に後輩に迷惑をかけるタイプだよね。老害老害老害ってか可愛いおばあちゃんがなんかリングサイドにいるみたいになってるじゃない。可愛いおばあちゃん。そうだからもうみんなおばあちゃんじゃねえよ。みんな怒らないの。え、でもみんな、さん大丈夫、いや多分みんな私に会えたら嬉しそうにしてるよ。それはするでしょう。え、それはするでしょう、嬉しそうに。 I'm Sakura calling my son that she is like the cute grandma now these days around the ring and Nanae-san said, but everybody is happy with me when I'm there. 後輩は Nanae ちゃんに会ったら嬉しそうにするのが仕事だから、一仕事させてるの。Nanae ちゃん、あ、いらん仕事をさせてると。そうよ。Sakura says, you being there, everybody has to be respectful. Of course, they're going to be happy to see you. It's their job to do so. So you're only giving them extra job. で、それに気づかないから、あ、七重さんってなるんでしょ。嬉しそうだもん。みんな、あ、それを見て、私も嬉しいなって思って。なるほどね。笑顔のキャッチボールしてるんだね。素晴らしい。ね、そんな話はいいから、さくらさんの話しましょう。いや、まあ、でもさ、知りたかったから全然会ってなくて。会ってなかったです。もう半年以上はね、会ってないもんね。ナナさん says, enough about me, let's talk about Ami Sakura. さっきひどいんだよ、ナナちゃんが。一応今回呼んだ理由は、まあ、そのトークしましょうっていうことだったんだけど、デビュー25周年記念だからお呼びしましたのに、デビューいつなんですかって言われたの。So, Nanae-san, she said, Ami Sakura is angry as in like, this time, she called her for the talk about her, like, the 25th anniversary. And the first question Nanae-san asked when she got in the door is, when is your debut? Like, when is your anniversary? 8月ですよ、25年前の。それ以外何があるのか教えておくれ。お茶目、お茶目。どうしたん？カレー食べて、カレー。すごっ！え、いろいろ出てくる。すごい！私カレー大好き。おお。皆さん、very happy about eating, finally eating, I'm Sakura's curry. イェイ！すごい、さくらさんがハマってるカレーでしょ？そう。何カレー？チキンカレー。すごい！いいの？食べて。うん、あ、高い、高い。すごい！ありがとうございます。いいコンビか、いいコンビだったのかな。七桜っていうタッグで。ああ、タッグ組んでたよ。そうですよ。取りましたよ。So they have actually, they have tagged, they have taken tag team championships. いや、ルナちゃんとはね、いろいろある。いや、いろいろあるし、なんか、なんかし、節目っていうかなんか、長い間、なんか、ずっとなんかバイバイってしてる時があんまなかった気がするんですけど。そうだね。他団体でデビューしてるのに、なんかしらのなんか、あ、でも多分ね、すごい無視された時代とかあるような気がする。え、ない、無視はしてないよ。無視はしてないんだ。先輩ですよ、一応。ビールだから、みずるさん来た。みずるちゃんは here. So, they say they have debuted in different companies, but they always had like a connection together. And Ami Sakura goes, but I think you just ignored me for quite some time. And Nanae-san goes, but you are my senior, of course I didn't. あ、さゆりさんもちえさんも来た。もう新人大集合だね。そうです。みんなね、七重さんの話聞いてもね、なんか別に役に立つことはないと思うけど、私のことはそんな自分で言わないでよ。え、だってさ、Ami Sakura was about to insult Nanae-san saying like, hearing her stories won't help you, but she goes first. おいしい。私、43年間料理をしなかったの。なんで？どうしたの？じゃあ今、あの、外食とかが買い食いとかできなくなったから、もう作るしかなくて。おいしい。Very tasty, Nanae-san says. The curry. 美味しい、いただきました。美味しいです。本当に美味しい。な、あの、ピリッとしてて。うん。辛いの好き？辛いの好きです。弱いけど。また汗出てきちゃう。Nanae-san is weak to spicy food, but really loves it. 玉ねぎがいっぱい入ってる。そう。すごい美味しいです。今日スパイスを持って帰って、ここにみんな遊びに行くとスパイスお持ち帰りになる。私も本当に3年分ぐらい買っちゃってさ。Ami Sakura really does give every guest that comes here gets spices from. 3年分。うん。いや、なんか葉っぱものの葉って1キロってこの砂糖とかさ、このぐらいじゃん。だからこのぐらいと思ったら葉っぱものでこれが10個とか届いちゃって収納が葉っぱだらけになったりとかの。え、その葉っぱはどうやって使うの？最後の風味付けでちょっとしか使わないのに、パセリみたいなものだよね。うん、それがあの3キロとか届いちゃってもね。Ami Sakura right now has 3 years or at least 5 years worth of spices that she bought in stock, to be honest.
And she is giving out spices to every guest that comes here. That is the actual fact. でも元気そうな顔見れてよかった。もうじゃあさ、めっちゃ遡って、まあ食べながらだけど翻訳聞きながら、七重さんのことをまず1時間ぐらいお話聞きたいと思います。はい。私のこと？そう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 。Yes, Nanae さん、very surprised that we are talking about her for like an hour. まずなんでプロレスラーになろうと思ったのかっていう。私の話が。するの？私の話必要？だって知らない人だもん。知らない人ね。はじめまして。I'm Sagar says there are a lot of people here who might not know you very deeply, not know like everything about you. 楽しい、もう楽しい。So let's talk a little bit about yourself. How did Nanae さん thought of becoming a wrestler? 試合してください。欠場中。She is injured right now. 立たなければいいんじゃない？立たなければ足首はちょっと痛い。なんか、まあ、今からの後に前女魂っていう話をするので今前女魂がちょっとね来ましたので、ちょっと待って、前女魂が来ました、来ました。立たなければ試合ができるとか、まあ、そういう問題じゃねえだろ。Nanae san says if I don't stand I can still wrestle though, like if the rule is that I don't have to stand up because my leg hurts I can still wrestle。And Sakura saying that is not the problem here. 何がきっかけでプロレスは？プロレスは、うん、テレビでやってて昔は、うんうん、フジテレビで、それをたまたま見て、わなんだこれはって思って、うん、でしかもそれはが髪切りマッチ、山田さん対豊田真奈美さんの髪切りマッチの坊主になってるところを見て、それでびっくりしちゃって。うん、なんだこれって、なんで女の人が坊主になってんのって思って、うん、でしかも勝ったトヨタさんがなんか泣きながら止めてて、で負けたのが山田敏夫さんで、うん、でもその人はなんか負けを潔く認めて、なんか笑顔でもういいんだよみたいな感じで坊主になってたのがすごいかっこよくて、まあ、それでもうなんか一気に引き込まれてしまって好きになって、ファンになったんですよ、まず。プロレスファンに。So, she, the first time she, there was like, wrestling was a regular on TV at that point, so she used to watch it a lot. But as particular match she was once watching between Manami Toyota versus Yamada-san, and the match was a hair versus hair match. She saw that because the hair versus hair match, the, like, Yamada-san who lost ended up becoming bald, and that was a shock to her, like why is a girl being bald? And but the fact was when Toyota-san who won the match was crying and trying to stop her from cutting her hair, but Yamada-san who lost like basically took the responsibility of losing and just sat down with a smile asking them to cut her hair, which just was incredibly cool to Nanae-san, like that is the coolest thing in the world. And that moment, just she was all in from then as a fan of professional wrestling. 自分で作ったんですよ。びっくりしてる。おいしい。そうね、最近韓国料理にハマってあんまカレー作ってなかったの。めちゃめちゃおいしいよねカレー。さあ韓国料理は何作るんですか？いろいろサムギョプサル。サムギョプサル、あ、サムギョプサルは作ったことないわ。まあ、肉焼くだけですけど、うん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 、サムギョプサル食べたいね、今カレー食べてるんだけどサムギョプサル食べたい。私サムギョプサル最近好きで。Because they are really good friends. By the way, I'm just gonna warn you that talk is gonna fly. The talk is gonna fly a lot to here and there. So please enjoy. Team by the way. Yes. Okay. Now let's talk about what are we making in Korean food. ねえ、誰かが昼にやって、そ、あ、その試合夏休みのお昼に放送してましたよ。それそれ、夏休みだから。マサル山間さん。お昼に。パッてテレビつけたらやってて見れたんですよ。テレビってやっぱり強いんだね。So, she decided watching it by accident, as in like summer vacation, they were doing that in the middle of the day. それが何歳の時？14歳。She was 14 years old at that point. でもその中学生だったらそのお金もないから会場に行ったりとかできないし、もうテレビでずっと見てるみたいな。で、それがそうなったらですよ。うちの母親がプロレスファンだったわけですよ。知らなかったの？な、自分に全く興味がなかったんで、なんだろう、週刊プロレスとか家にあったんですけど、なんか表紙とか怖い写真とかが多かったから、ここに置かないでみたいな感じだったんですよ、うんうん、でも自分が好きになったらそれが役に立つわけですよ。まあ家にあるんだもんね。そう、情報収集して、あ、
ここに前女があるみたいな、家の近くに前女が来るみたいな感じ。そしてお母さんは一緒に行ってくれるわけですよ、プロレス好きだから。So, Nanai-san's, by the way, Nanai-san's mother was a big wrestling fan. They had like weekly, weekly wrestling magazine in the house, but because she had no interest in wrestling at, before that, before she saw that match, so she was like she was actually kind of angry about it, because the, all the pictures was kind of scary, and she was 14, 13, so she would never let her like show it to her or something. But as soon as she became a fan of wrestling, that became a big, strong point.Because she will just, you know, go out with her mom to see wrestling at that point. はい、実はあの、はなちゃんも、はい、お父さんがプロレスファンだったんだって。だからプロレスラーになること反対されなかったし、お父さんに連られて一緒に見に行ったみたい。へえ、あ、なんかそういうパターンもありますよね。まあね、親が反対するパターンもあれば、親が大賛成っていう。So like, of course, there are like two patterns. Either the parents love wrestling and they're really...support you or well they go really against it. え、でもそのそうは言っても、あ、ブーごめんね、あ、秋読めない。バーグ。バーグ。ベルガ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 。Thank you. Thank you, Berga. Thank you very much. すごい飛び出してきてる、嬉しい。かわいい。あのそう言ってもいきなりレスラーになるとかじゃなくて、14歳だから。はい。まあ。ファンでその近く、家の近くに来たら見に行って、あとはテレビで見て、雑誌見てみたいな。周りにいた、そういうプロレス友達みたいな。あ、で自分の一番仲いい子もプロレスが好きで、その子は全日本プロレスが好き で、うちのお母さんは全日本プロレスの友の会みたいな、え、ファンクラブ、なんかファンクラブの会合に行ったりするぐらいだったんで、だから結構プロレスつながりはいろいろあって、だから全日本プロレスとか新日本プロレスの日本武道館大会とか結構行ってましたね。あ、男子も見てたね。男子も見てました。So, her best friend actually was also a wrestling fan, and her mom was such a wrestling fan that she was actually in fan clubs and she would go to only fan clubs events as well. So she had a lot of connections with professional wrestling, and she would go to All Japan and like New Japan shows a lot. So. なんかそこから、うん、次のステップに動くときは、うん、なんかいや、なりたいのかなりたくないのかなみたいな感じだったのかな。いや、もうなんかパッて降りてきて、いやだ、もう降りてくるとかひらめいたとかそういうのやめてほしい。降りてきたって言い方じゃなくて、なんか決めたとかそういう言い方にして。いや、もうだって降りてきたんです。降りてきたね、うんうん、降りてきちゃったからしょうがない。もうあ、プロレスラーになろうってもうある日突然思ったんですよ。うん、それはそのなんかの試合を見てとかじゃなくて、ある日ふと、あの山田さんと豊田さんが好きだったんで、うんうん、あのパワーオンザドリーム知ってました？知ってる曲、うん、昔は選手が曲をよく出してたので、うんうんうん、まあ、私も出したんですけど、うん、私も出したんですけど、はい、いつも歌ってるじゃん。そう、はい、でそれを毎朝あの目覚まし音楽にしてたんですよ。なんか昔は CD デッキとかあったじゃないですか、うんうんうん、だからあの目覚ましの曲にしたりしてたんで、なんか毎朝プロレスで起きるわけですよ。それとなんかともに、あ、よしプロレスラーになろうみたいな。あ、そのレスラーの歌を、試合を見てじゃなくて歌を聴いてだんだんこう擦り込みじゃないけど、yes. そう、so, by the way, it's a big thing in Japan that wrestlers launch their own music. So Nanai-san has done that. AM-san, of course, you know, had like tens of them. But there was a particular song from like at that point, and that song just kept her into the loop. And she one day like, okay, I'm gonna be a wrestler.That song, like, instead of a match, pumped her up. でもその時はさ、どうやったらレスラーになれたの？オーディションですね。年に1回のオーディションがありましたよね。うんうん、ありました。で、それを初めて受けたのが？あ、まず、でプロレスラーになりたいって思ってから、自分でトレーニングをもう次の日から始めて、うん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 、それが結構続いたんで、アニマル浜口ジムをお母さんが見つけてきてくれて、さすが。1年トレーニング、遠いじゃん。いや、遠くないですよ。私か埼玉の川口だったんで、うんうん、あの浅草はそんな遠くないので。そうなんだ。はい、浅草にもう毎日毎日通って、うん、へえ。 The day she decided to become a wrestler, she started training on herself from the next day, and then her mom find her a dojo that she can go to, and of course like, お母さん元気。 So she goes and does that. これでも最近ほら
あれであんま外に出れないし、そっかそっかそっか、会う人もなかなかないか、うん、なるほどね。私もこの間お父さんに元気って送ったら絶対帰ってくるなって言われて悲しすぎるよ。あね、usually Anna's Barbara asked her father is like she asked like how is Nana-san's mom and she's pretty she's okay but like it's kind of sad that she can't go out now. But Anna's Barbara asked her father is like how are you these days and he goes don't come back at all like stay safe and let me stay safe. Pretty strong. でもさ、アニマル浜口道場って女の子だけじゃなくて当然その他にもプロレス目指してる、いやもう男の人ばっかり。その時なんか今レスラーになってる人誰かいた？あのドラゴンゲートのクネスさん、へ一緒に練習よくしてたのクネスさんですかね。 So, because most of the students in the dojo was 出身者いっぱいいるもんね。 was like guys. So one particular wrestler from Dragon Gate was she remembers very clearlyWas with her in the trainings all the time. え、じゃあいざオーディションやるってなって、その年何年何人ぐらい受けたの？30人。おお。30人。もう出ちゃった、全員合格だね。There are like 40 people, 30 people who audition to be getting accepted in the company. うん。どんな内容だったか覚えてる？基礎体力。うん。腹筋腕立て、スクワット。Basically normal exercises to go all the way.となんか自己アピール、自己アピール、自己アピール何やったの？自己アピール、私もあの前場のスポーツクラブに入ってて受け身を教えてもらってたんで受け身をやりました。あ、ずるいね。入った時から受け身できてそれアピールになるでしょう。だってコーチとかみんな知り合いってことでしょ。したらいや、あ、それは違うんだ。うん。 So 前場is like do something where you wanna do andNanae-san said she did because she was able to do back bumps at that point by a bit of training, she did back bumps. そう、昔は100人とか1000人とか書類で落ちたとかね、いろいろあったから30人って少ないんだろうけど、今からね、考えたら30人なんかいたらもうね、団体3つできるよね。3つ本当ですね、みんな取りたいですよね。うん。で、1回目のテストで合格。おお。Nanae-san got accepted on her first test. エリート。いや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 、でも絶対落ちると思った。うん。けど、she was gonna get dropped, but she got accepted on the first try. それは何歳の時？15歳か。え？あ、じゃあもう16歳？いやいや、高校1年生。はい、高1。へえ。高校は入ったんですけど、すぐ辞めて。ね、ちょっと待って。この話も聞くの3回目ぐらいでね、高校辞めた人の話。Yes. So this is like the third time Ami Sakura has heard in the interviews, recent interviews, that they stopped high school. のこちゃんが辞めて、はなちゃんが辞めて、ななちゃんが辞めるみたいな。So she started high school, but as soon as she got like accepted in the company, she's like, I'm serious about it, and she dropped out of high school to do wrestling full time. まあでも合格したらもう辞めざるを当然得ないし、あ、合格する受かる前からあの。中高一貫の学校に行ってたんで、高校は受験しなくても進めちゃったんですよ。で、もう行く気が全くなかったんで、高校行ってももう勉強できないですよ。もう何言ってるか意味が分かんないし、この時間は無駄だとしか思えなくて、だから1学期だけ行って夏休み中に説得して、それで辞めさせてもらって。あ、でも多分オーディションって冬だから、そうです、空白の半年みたいのがあるんだよね。そうですね、だからその間になんかアルバイトをしたりしながら、うんうんうん、もうほんと毎日ジムに行ってました。毎日ジムに行ってたら、まあ、信用するっていうか、あ、やる気があるなと思ってくれるよね。毎日ゴロゴロしてるわけじゃないもんね。So it's like she did go to school but she couldn't understand anything. They were just like she would thought it's a waste of time. She stopped school, started doing some part time jobs、ね、and she would go to the dojo and the gym literally every day. 自分高卒だから18とかだから高卒なんだ結構珍しいですよね、この我々の世代だと、うん、そうだよね、みんなもっと早かったもんね、うん、スタートが、うん、だから年が上なんですよ、その分。そうですね。So, Ami Sakura actually passed her high school and then she found wrestling and started doing it right away. ちょっと待って、バイダウェイなんだけど、ワン、ワンがいる。Hey, ワン。Hey, ワン。Thank you. 見て、お花届いたよ。Wang, thank you very much. By the way, everyone, Wang actually signed these flowers.
to the venue today and I'm so incredibly happy as it's not screenshot time. So please take a photo. One, you can take one as well. これは今日サムネイルにしましょう。サムネイルに。なんか私たちなんか卒業みたいじゃない？なんかのバイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう、これね今日飾らせていただきます。Thank you. I have no idea how you managed it, but this is incredible. I love yellow flower. うん。まあそれでそのまあ。そよしオーディション受けて入りました、はい、憧れてた女子プロの生活がスタートだーってなったんですけど、もう厳しくて厳しくて厳しくて心が折れるわけですよ。ペシラーに Yes, she says she did get into the 女子プロレスリングだ she loved so much, but it was tough to the point that her heart is gonna break in a bit.え、でも何が厳しくて一番何が、奈々ちゃん何が辛かったんだろう。プロレスラーになりたくて入ったんですけど、うん、あの、なんだろうな、大会がその時本当月に多分20以上 ある感じで、ずっと地方回ってる感じだったんで、うん、そうなると練習時間がない、うん、で私は何しにこの子に入ったんだろうみたいな、なるほどね。そう。What was the biggest problem was as because at that point they had so many shows. It was like more than 20 shows a month. So they were really like going all the places, just traveling all the time. And she basically, because she was traveling with them, she had no time to train. And she was like, why did I even get here? I have no time to train. でも同期とかいなかったの？同期は、そう、私は、そう、さっきそう判明したんですけど、うん、最初平成7年に合格して入ってるので、もしそのままちゃんと続けてれば、私はさくらさんと同期だった。おお。So she says because she actually started on the same year. If everything had gone well, she would have actually been. 2年だ。She would actually have been the same like the same generation as Ami Sakura the same year. あれでも今聞いたら分かっちゃったんだけど。続けていればさくらさんと同期だったっていうのは、まあ、今先輩後輩みたいな感じなんだけど続けなかったっていうことだよね。So because but you would understand like because like she if they were everything has gone well it basically means everything didn't go well. うん。え？どうだった？そう最初はもちろん練習生で入って朝練やって、うんうん、あの山賊で働いてとか、うん、レストランね。レストランがあったんで働いてで夜練やってみたいな。うんがあってでプロテストが3ヶ月ぐらいしたらあって、うん、そしたらねあれ2人か1人1人でか2人で受かっちゃったんですよ、うん、1人だったから、うん、だから急に自分だけプロになっちゃって、まあ、自分だけその雑用とかが増えちゃったりとかして、なるほどね、はい、すごい喜ばしいことなんですよ自分がプロに慣れたってことは、うん、だけどそれでガラッとなんか変わってしまってなんかねついていけなくなっちゃって気持ちがそれで何回も脱走するわけですよ。脱走ってわかる？もう前場の新人恒例なんですけど。ランナウェイ。ランナウェイ。ランナウェイ。She says, she says, like a few girls stopped and because they stopped, it became like, how do you say that? Like she was becoming like a pro at that point, in that sense and.It was really like a big opportunity to become a pro, but her, she couldn't just carry on. Like, it became so hard that she actually, no joking, ran away several times from dojo. She literally ran away, like people, like kids ran away from hostels. 当然その逃げたらより当たりがきつくなるじゃん。そうです。だから逃げなきゃいいのに。そう。Every time she runs away, it's harder to come back. 逃げて、捕まる？はい。これ何？え、逃げて、あれ？って車で追いかけられてきて、で私逃げて店の中入って、でも店に入ったからもう逃げるとこがなくて、今戻した方がいいと思ったのかな。でそれがタニーさんが一回。見つけてっていうか、それもしか、まあ、今まだ先輩来てないから大丈夫だからみたいな。かくれんぼかな。壮大なかくれんぼ。So, by the way, like this is gonna be hilarious. She actually ran away from the dojo and they caught her several times. Like she would run away from the dojo, like literally running on foot, and they would come on the car from behind and like, where are you going? Get back.
But like one time she got in a store and Tani-san, one of the, her very good friends, actually one time came in. One time she went there and like, she brought in like no signal has come yet, so let's go back, nobody would found out. But she ran several times and they caught her. 近くの先輩に見つかるのと、すげえスター選手に見つかるのどっちが気まずいの? え、どっちも気まずいですよ。もう。I was gonna ask which one is more hard, getting caught by like a big star or something, or maybe like somebody from your own age. And she goes, both are pretty hard. そうだ、その地方で逃げた時は隠れたんですよ、体育館の。普通に帰ります、すいませんでしたって言って帰ればいいじゃん。お金持って荷物も持って電車でちゃんとブーンって帰ればいいじゃん。そんなの で逃げるの？できないから。できない。できない。すごいなんか。She could not go back. Like she wanted to go back. I'm Sakura goes, you can just go home. Like take your money, take your stuff and go back home. でもこれ一つポイントなんだけど、今の常識で皆さん聞かないでくださいって。これ30年前の常識。By the way, do not listen to this by the 25 years old. Do not listen to this by the standards of today. It is 30 years ago.A very different era だから in everything. 今の常識で聞くとおかしいから。Yeah, if you listen to it from now on, it's pretty weird. これを聞いて、あ、昔って笑っちゃうねみたいな風に。Yes, it is. She is laughing saying that. But one time she ran away, she actually hid for like hours. なるほどね。だからその東京だったら自分の家があるけど、遠いところにいろいろ巡業で行った時にお金がない、荷物も持たない、自分だけ逃げるっていうのをやったらまた捕まってどうなったの Yes, so she's like... W 井上さん見つかって見つかってレジェンドに見つかった見つかっていやでもその後さ、プロテスト受かったってことはもうプロなんでしょう、はい、試合するの、その精神状態でまだデビューしてないんですよ。She hasn't debuted yet, but she's like doing all the work as a wrestler at this point. So she actually got called by legends at some point, yes. でもこれ、私も新人時代きつかったりとかしたけど、逃げるって発想がなかったのは、逃げるという言葉自体を知らなかったから、先輩が逃げたとかそういう話をいっぱい聞いてるから あ逃げるってありなんだってなったんですかね。だからそういう発想がないもんだってそう、逃げてもしょうがないのに何回も逃げた。 She says because it didn't help when she ran away. She actually ran away a lot. なんかそのさ、みんな逃げるじゃん。で、多分先輩たちもみんな逃げてるじゃん。で、逃げて戻って残った人がスターになってるじゃん。うん、で、それはさ、いい話風なんだけど、うん、みんなが逃げる時点でこのシステムおかしいなって誰か思わなかったのかな。So like, because it was a common, like, if she thinks running away is okay, there must have been like a thing that you can run away. そう、おかしいよ。Her senior must have ran away, and the people who left, like, stayed at the, by the end were the people who became the stars.So, if everybody's running away, I'm Sakura goes, somebody must have thought, this system is not good. この話が意味がわからないかな。Like, most of you people are pretty weird. I'm like, why this is happening? デビュー、最初デビューしないんだ。で、平成7年の時は、もう最終的に、もう、やめますって言って、逃げ帰るわけですよ、家に。So, at one point, she just had enough and she goes, I'm stopping and she runs away home.Yes, runaway success. Finally, she succeeded in running away. Runaway success. Runaway success. She succeeded in running away. でも、まあその辞めちゃったらその学校もないし、まあちょっと夢も一回なくなって、まあちょっとぽっかりした。ぽっかり、もう本当なんか引きこもりみたいな感じです。なんか。で、何月にプロテストに受かったの？7月に。まあ、夏ぐらいに受かって、うんうん、その辞めてしまったのは何月だったの ?8 月全然記憶がない。1ヶ月じゃん全そうですよ。もう。じゃあもう、うん、プロテスト受かんなきゃよかったね、その時。はい。ねえ、ちょっと精神的にもなんか皆さん、強くなってからじゃないと。Like, in a month or so, she ran away home. Now she doesn't have school. She, her dream is almost over.She had almost nothing. Pretty bad situation. じゃあまたぽっかりとした夏が来てしまい、ぽっかりとしちゃったんですけど、うん、でもやっぱデビューをできしてなかったので、うん、ちゃんと私は挑戦をしていないじゃないかっていうことに気づくわけですよ、うん、自分で、うん、なのでまたあの会長にもう一回やらせてくださいっていうのを言いに行って、うんSo she says because she hadn't debuted yet, she, once she got home, she's like,
okay, I need to assess this. And she goes, maybe I'm better than before. And she goes one more time back to the company and goes like, okay, let me do it one more time. それでもう、じゃあいいよ、戻ってこいみたいな。それがちょうどその次の代の平成8年組がもう入寮するちょっと前だったんで、タイミングも良かったんですよ。じゃあオーディション終わってまた一緒に始められる仲間がいたみたいな。So right before the point she goes back, there has been one more audition, and now she has more new people that she can start with again. じゃあ、もう一回テスト受けろとかじゃなくて、まあじゃあ一緒にやろうよみたいな感じ。はい。戻なんか去る者を追わず来る者拒まずなのがその前女の会長だったので、はい、それで戻ってもらって。なるほどね。あ、でもちょっとこれ先の話になっちゃうんだけど、私が前女さんのその道場を使ってプロレス教室やりたいって言った時に、いいよって言ってその場で鍵くれたの。確かに来る者拒まずなんだよね。So Amisaka says it will be like a way, like a talk for a long time. But one time when she asked them, I want to use this dojo, would you allow me? They gave her the key right there and then. でもそれで、じゃあもう一回やるけど、当然辛さは変わってないし、奈々ちゃんが、あ、去年いた子だよねって覚えてる先輩覚えてるよね。覚えてます。そしたらなんかまたちょっと当たりもきつかったりとか。いや、なんならもう、なんだろう。みんなから無視みたいな感じ。So she says now that she's back, it is of course that hardship hasn't changed, and now she has the people who are on her same now are her seniors. So she said, what happened? Well, everybody ignored her. でも今度は新しい、まあ今まで続いてるってことだから、今度は新しい動機に恵まれて、はい、みんなで頑張ろうよみたいになったと。みんなで頑張ろうよっていうか。まあ、私はもう次は絶対何があってもやめないぞと思って、自分の夢を叶えるまではやめないぞと思って、はい、入りました。She says, now that it's not more about like getting together with everybody and doing our best. She's like, I've decided that no matter what happens, it doesn't matter what happens, I will make my dream come true. I will become a wrestler. 同じことを、まあ、経験するわけじゃん。別に入ったからって変わってないでしょ。同じことを経験するけど、前はこれがきつかったけど、今はこれも自分のデビューするためだって言って、同じことだけど頑張れたっていう。そうですね。なんだろう。もう逃げないぞという。なんかもうこれ、なんだろう。Like she have had, 腹に決めてるというか。Yeah, she have just decided. Like, doesn't matter what happens, she's just not gonna run. She's gonna stay here. でも一回だけ逃げた気がする。逃げたみたい。But she says, she might have ran once. Just once, she might have ran. 何逃げるえ、まあ、それででも今度はデビュー戦が決まって、はい、デビュー戦が奈々ちゃんは7月の1814です。惜しい。96年平成8年の7月14日に高橋奈々対中西桃江の、はい。So she finally makes her debut in July of 14th, 1996 against 桃江さん。この試合がめちゃめちゃ多分評判良くて話題になって。え、知ってるんですか？いや、わかんないけど、私多分その時にデビューしてて、奈々ちゃん私は雑誌とかに載ってたじゃん、はい、で、なんか桃ちゃんの方がその時でかかったんだよね、奈々ちゃんより。体格は良かったです。あの背はちっちゃいけど、で、桃はクリスジム出身で、私は浜口ジム出身で、それも含めてめっちゃ話題になってて、はいはい、すごい新人がデビューしたっていう。Amisaka says she remembers very clearly as she was a one-year rookie at that point that it became a very big thing when she debuted because their dojos were competitive with each other. That became a thing and they were pretty big, both the wrestlers. So it really became like a talk of the town. しかも、when she debuted. 後楽園ホールだよ。後楽園ホール。And also she debuted at 後楽園ホール。Her first match was すごいよね。at 後楽園ホール。しかもめっちゃお客さんも満員で、多分そのずっと応援してくれたその友達とか。みんな見に来てくれて、ね、そうですね、すごかったです。第一試合かな、七重桃江みたいな。She said she remembers very well. A lot of audience, people really cheering. 桃江 was in line. A lot of calls are going on. It was great. 名前もなんか呼びやすいっていうか、七重桃みたいな感じで呼びやすかったから、お互いがそのこの二人がライバルとなってすごいことになってくるんだろうなみたいな感じが、もう多分デビューしてすぐ。Like, everybody knew that they were going to become rivals like right away from that match. The atmosphere just went in that direction. ちょっと待って、一回告知してもいい？今こういう話してるよっていう。はい、じゃあ行きます。はい。
私のジャケットがつはい、チーズ。子供みたいな顔。なんで？すごいさっきからおばさんおばさん言われてるんですけど。いそれでね、おばあちゃんになってくると子供に戻ってくるじゃん。でも実際憧れだったデビューをしてみて、はい、今度はまたさ、もっと違う世界が。But now that she has made her the debut that she was looking out for so much, a new world will start from now. その時ちょうど、まあ、デビューして1年とか、まあ、練習生だった時代に考えたことは、この団体で一番頑張ってるの私じゃないと思って頑張ってなんかやってたの。練習生の時にそんなメインイベンターとかよりも私の方が大変だよみたいな、一番最初に会場張ってリング作って最後片付けて、いや私じゃんってすごい思ってたの ね, ねでも、まあ、実際選手になってみたら、うん、選手の方がめっちゃ大変じゃん。はい、でその入門してみて憧れのデビューした時からの気持ちを知りたい。Now that she has become a wrestler, that she now that becoming a wrestler is even hard. If you're a wrestler, that's the standard of like toughness goes up. So she wants to know how she felt when she became a new wrestler. あの、デビュー戦はドローだったんですね。うんうん。15分ドローで。So the debut was a draw. 10 minutes draw. で、まずはその一番近いところに倒したい、うん、その中西桃江っていうライバルがいて、うん、でもずっと勝てなかったんですよ桃に。だからまずなんか桃に勝ちたいとかいう風に身近な目標ができて、で、あとはなんかどうのちっちゃいことから大きなことまでいろんな目標があって、うんうん、大きいことだったら赤いベルトを取るぞとか、うんうん、10年は続けるぞとか。でかいね。はい、すごいね。90年の話になっちゃった。So, I mean, like, Nae-san had like very specific goals, small goals and big goals. レッドベルト is 全日本女子プロレスの一番トップ。Yes, so she says they were like, okay, she couldn't win from Momoi for quite some time, so the small like goals would be, okay, I'm gonna win from her first, that's my goal. For big goals, it would be like, I'm gonna take the red belt, which was the main championship in Jade, like all Japan Women's Pro Wrestling, and May, like maybe I'm gonna make my like I'm gonna continue for 10 years. So like, she had some like big goals as well. うん。え、じゃあなんか急にさ、前のそのやめることしか考えられなかった自分からデビューして、これも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 長期的な目標から、赤いベルトなんか長期でしょ、はい、10年続けるのも長期じゃん、はい、で、まあ、目の前の相手を倒したいっていうのも短期じゃん、はい、なんかそういういろんな目標を一気に立てられる自分になったっていうことをだね、そうですね。じゃあ そこから迷いなく新人時代を過ごすの？迷いは なかったですね。なんかもう本当。She had no hesitation at that point. She had goals to go after. 出世争いじゃないですけど。当時何人いたの？そのももちゃん。最初は8人。8人？She had 8 people in the same generation in the beginning. でもデビューまで行ったのは、まあ、全員じゃないですよね。みんな逃げたりしちゃうんで。なるほどね。はい、so in the beginning, everybody kind of runs away and you know just deal by now.奈々ちゃん、ももちゃん、脇沢、脇、藤井美ゆき、藤井くん、あと関口ルミっていう、あー関口さんデビューした、あー、あといましたっけ、関口さんすごい可愛くてめっちゃ人気だったよね、ピンク、あ、じゃあねえ、その5人だったんだ、あと覚えてない、シリマンマス5アロかわいそう、ちょっと覚えてないぞ、関口さんともう一人、なんか関口さんが一回戻ってきた時に多分誰かと同期、戻ってない、え、そのまま辞めちゃったんだっけ、はい、私あの JWP のなんとかまゆかちゃんと重なっちゃったかもしれない、ごめん、ずっとしてる、なるほどね、え、それで結構その世代って順調にいって、だけどその若手が育つと同時に会社がもうすでに、会社がやばかった、会社がやばかったんだよね、はい、at that point、はい、as sheThe company is becoming hard and hard. It's becoming difficult. 川本さん、八千代だ。八千代、八千代さんデビューした。川本八千代はデビューした。うんうんうん。うん。無料でもコメントできてるよ。大丈夫ですよ。そう、私がデビューして2年目ぐらいの時に愛者だったよね。なんかはい、急になんか全日本女子プロレスに行ってこいみたいな話になって、うん、でそうこうしてるうちにテレ毎日毎日新聞とかニュースがバンバン出始めて、うん、誰々対談
なんたれなんとかみたいなのが出始めたんだよね。ふわたりとか。あ、ふわたりが最初だったんだ。もう会社がどんどん悪くなってって、はい、その会社の悪いニュースとか、選手が辞めたり、そういうビッグネームが辞めたりとか。まゆみだ。高橋まゆみだ。まゆみちゃん同期、一個したじゃない？あ、戻ってきたんじゃない？まゆみが戻ってきたんだ。多分。So, like the company started going in bad news, it started going into the papers every day. There would be some news at like maybe a big name stop, maybe the company is financially not doing good. A lot of things started going down at the same time. Around like the second year of South Korea. お客さんは減ったわけじゃなかったよね。お客さんは満員だったじゃん。お客さんはまだ大丈夫でした。Like the audience are were coming at the same rate as always. でもなんかその他のやってたお仕事とか、まあそういうのでまあちょっとうまくいかなくなって、会社が一回不当たりになって、大会ができなくなるんだっけ？いや、大会はできるんですけど、最終的に私が2年目の時に倒産、事実上の倒産っていう風になって、でその前にもう選手がごっそり、スター選手からちょっと上の先輩までごっそり抜けてしまうっていうのがあった。So, like around the second year, they were able to do like shows, but the company broke its back by like most of the senior players and the big stars just left in one go. なんか本当に歴史がもう全日本女子プロレスさんが全てを作ったぐらいの本当に長い歴史とスターを生みまくった本当に大きい会社だったので、そこにみんな憧れてオーディションとか受けたりするんだけど、そんな会社でもなくなるんだっていうのがすごい衝撃的だったね。社会現象と関係ないもんね。社会がみんなこうなってとかじゃなくて、そうですね、いきなりだったから30億の借金意味わからないってなったもんね。桁が違う。They were 30億 which basically means somewhere around like $300 million. It was the loss. でも前者の会長は貸してくれるから悪いんだよみたいなで言ってた。貸してくれるから借りたんだからって、であったら返すんだからって。But the company actually said, well, if you're gonna lend it to us, we're gonna take it.Like they literally said it. But you shouldn't have lent it to us. はい、これについてはちょっとね、コメントができないので控えさせていただきます。そしてここで、はい、なんと、はい、デビュー2年目で、はい、ドライさんとさくらが出会った。出会った。And while in the second year of Ami Sakura's career and second year of Nanae-san's career, they're gonna meet.七重さんがその前場に初めて入った時と同じ時に私はデビューして、私は1年間継続をしまして、七重さんが後から入ってきて、まあ頑張ってたみたいなんですけど、その団体が違って、私は IWA ジャパン、七重さんは前場で、格で言ったらこっちはその、女子プロレス団体ではないから、女子プロレスのもう本当に一番大きい団体、そして団体に女子が2人しかいない末端の本当に小さい団体から二人行くことに、私とあの、西堀さん。So, their starting point is very different, as different as you can imagine. As Ami Sakura started at the same time as Nanae. Nanae-san stopped for 1 year. So when she came back, she was 1 year junior. But Ami Sakura is in a company which only has 2 female wrestlers. And it's a very small company in comparison. Nanae-san started in a company that is momentous and the biggest female company in the world.その時のことを覚えてる？あの、いやだからあの、そう、なんか前場の選手の数は減っちゃったけど、なんかやっぱ前場が一番っていうのがあったじゃないですか。あるんですよ、やっぱ前場の人っていうのは。で正直その IWA とかもよく存じ上げない。そうだよね。それはわかるよ。存じ上げないところから、なんか来た、なんか変な人たちが来たみたいな感じで、印象が悪かった。あ、いや、言っただけで印象悪かったの？ひどいね。なんか、そう、助けてくれてる人なのですが、なんかだってさ、ふざけてたじゃないですか。なんかふざけてないよ、いきなり。試合の感じとか。いや、まあ一生懸命やってたんだけど、でも私はその1年間負け続けて、一木さんという先輩に負け続けて、やっと勝って、一木さんが辞めちゃうのその後で、後輩が入ってきて、その後輩とずっとずっとずっと頑張ってきて、あ、じゃあ前場に行けって言われて、でいきなりさ、最初22連戦からスタートするのよ。北海道？あの九州とかいろいろ行ったんだけど、
22連戦だよ、はい、休みがないの22連戦分かる。へー。 So what happens is、by the way、like Ayu Sakura who went to the、company, there's nice anime members, you know what I'm saying, goes like because all like all、Japan women had like a pride to themselves because they are number one, they had they were the elites, they were the prideful、so the city members like oh some like very not really good impression kind of people like some、weird、wrestler from some weird companies coming、Renaissance anime members that like their reputation was bad from the get-goLike they are helping, like they are basically coming to help, but still. その頃の全日本女子プロレスを見てた人はチョコマークを送ってください。If you are watching all like all Japan, all women. 何そのシステム。If you are watching the Joshi wrestling at that point, please do give a chocolate mark so they can know. それ見てるってこと。And Ayu Sakura says the first tour she did with the company, she did 22 shows in a row.Every day, 22 shows, with travel shows, travel shows. That was her first tour with the company. あ、すごいいる。あ、ザワさん、キリタップさん、モモヒコさん、みんなすごいな、サンダーボスセブンさん、ノリオさん。あ、すごい、みんな見ててくれたんだ、アルフさん、少女さん。長い。うん。で、なんか、あの、憧れの前場のバス、その、はいはいはい、大きいやつで、私ももちろん前場を見て、前場に入りたかったけど、そのオーディションの時期じゃなかったから、そのスポーツクラブに入れみたいな風になってて、うんうん、そのスポーツクラブもやってないからもう入りようがないみたいな感じで、うん、で他の団体を受けたり、ちょっと最終的に IW に引っかかったんですけど、どこ受けたんですか。前場がその時期がダメで、 JWP が書類落ち、 LL テスト受けに行ってダメ、うん、FMW 書類返ってくる、うん、IW I'm sorry, I'm rejected from all these places he's naming. She got named from like five companies. ガイアを受けようとして、はい、ガイアからあの一時通過来てたんだけど、アイジャが先に受かっちゃったから、これはそれ失礼なんじゃないかなと思ってアイジャに入っちゃったの。だからその時に、 she did got accepted in Gaia, デビューしてたのね。But she got accepted in IWA first, and she goes, it would be wrong for me to take another company if they accepted me first, and she rejected.Going to Gaia and went into. でもファンになってから、私ファンになったのが17歳だったから1年しか見てないんだけどプロレスを、はいはい。もう全場の全選手のプロフィールは言えるぐらい、もう言えないんだけど、言えるぐらい全部調べてて、欲しいものはなんか留守番電話ファックスと犬買って、現地に乗ってみたいな、そういうあったんですよ、はい、でそういうのを思ってて、その憧れの全場の赤いバス、大きい、うん、2階建てだよね。2階建てというか下に荷物置いて、はいはい、すごい高いところに。座れたんだけど、 so it was like the things she looked up to. She's there now. In her second year, she's in the company that she always looked up to. She knew all the wrestlers. Like、they were the big. It was a very traditional yellow bus, like a big bus that every wrestler would go in, and every wrestler like she was very envious to it. 99. 99. 99. してからだよ。21歳だもん。メイちゃん、by the way, is born in 1999.So, she is 3 years younger than their career. で、その憧れのバスに乗れるんだって、もう練習とかもなく、いきなりバスで初日だったの、巡業で。で、22連戦で、最初、岡山だったの忘れないけど、岡山オレンジホールっていうところ。で、乗ったら、一番前の席だったの、私。はいはいはい、多分ね、隔離されてたと思う。隔離いや、誰かの隣とかだと、なんかわかんない、ダメかはわかんないから、とりあえず、一番前のそのゲームみたいな感じだったんじゃないかなと思って。So, yeah, she was in the front of the bus. It could have been that they were like, okay, if we, you know, we don't know whose side we cannot、sit them, maybe somebody would get angry, so they put them in the front. で、常識もわかんないし、しきたりもわからないから、とりあえず、まあ、時間について、乗って、もう目の前、なんていうの、ビュー。はいはいはい。全ての道、私の道ここから始まるみたいな。そう、like she was looking at the road, like my road starts from here. レジェンドが座る席でしょ、そこは京子さんと渡辺さんの席だった。She said, it was the seat of Kyoko san and Watanabe san. Like the legends would sit at the front. で、座ったら、みんなその、奈々ちゃんとかももちゃんとか、その同期の新人の子たちが、ずっとなんかやってるの、バスの中で。So the, like, Nanai and...Like, mom, like, how to say that? Momoi, but everybody's like doing something, having fun in the bus. あの時バスの中でやんなきゃいけないことって何だったの？え、なんだろう。カーテンの開け閉めとか。カーテンの開け閉め。They were just like opening and maybe closing curtains. まあなんか呼ばれたらすぐ行くとか。呼ばれたら行くとか、なんか何取ってこれ取ってとか、なんか落ちたらすぐ行かなきゃいけないとか。で、衝撃的だったのが、
みんな立ってて、え、ちょっと待って、岡山に、今から岡山に行くんだけど、バスで何時間、10時間以上とか乗ってなきゃいけないのに、うんうん、え、この全日本新人で立っていくのと思って、すごい焦って、でも見ないふりしようと思って、関わりたくないじゃん。だからこうずっとやってて、チラッて見ると、みんななんか座席からなんかすぐ立てるようになってるというか、あの 背もたれこうやっちゃいけないとかあった、なんかこうこうなんかいつでもこうなんかあったらすぐ立てるようになってて、そう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 、これはダメだ、 the juniors were sitting straight like it was a thing and Anna-san said, remember it's like you have to sit straight, you cannot be like lazy around in the bus because if the senior calls you have to go right away で、なんかこう見ちゃいけないもの見ちゃったみたいな感じだから、 Anna-san was like, oh, I saw something I shouldn't have. 休憩時間パーキング行った時の、はい、しきたりもわかんないじゃん、どうしてんのか、何分前に帰ってきたのかわかんなくて、で一番びっくりしたのがホテルに泊まった時に初日、はいはい、次の日の朝、まあじゃあ10時集合だとするじゃん、うん、したら1時間前だっけ、30分前ぐらいに降りてバスとかの掃除とかもなんかいろいろしてて、で15分ぐらい前、10分ぐらい前になったら先輩が降りてくるから、じゃあそれが30分前だから、もっと1時間以上前にバス掃除とかして、うん、なんか私はだから10時って言われたから、うん、10時に来るわけよ。 So, okay, so the thing that she just like the was the biggest surprise was when they went to the hotel. So when they went to the hotel, the next morning they were about to leave at 10. They were called, okay, come at 10. But that was not 10. As in like Nanae-san and the new rookies of the company were there at 9, cleaning the bus and everything, making it sure it's pretty fresh. Because around 30 minutes before the bus leaves, or 30, 20 to 15, like from 9:30 to 9:45, the seniors will come. But Ami Sakura knows nothing. 教えてくんないもんね。教えてくんなかったもんね。なんか。But Ami Sakura knows nothing, so she knew the bus will leave at 10, so they are supposed to come at 10. Ami Sakura will come at 10. 初日はなんかすごい遅刻みたいになっちゃって、時間には合ってるのに遅刻みたいになっちゃって。So even though she came at time, it almost became like they were late. Like it basically like the party showed up 15 minutes early, so you are late because you're on time. 私がその時心の中で叫んだのは、本当の集合時間を教えてくれって。So the first thing that just shouted in Ami Sakura's heart is, 10時でしょ。10時だったら。Like tell me the actual time that I'm supposed to come. Like tell me the real time. Why are you telling me 10 when you're supposed to come at 9:30? で、その。ある日、ちょっと早めに降りて、西堀と別にバスの掃除とかしろって言われなかったから、一応早くは降りてるけど何もしないで、こう、ロビーにいるみたいな感じだったんだけど、はいはい、先輩たちが降りてくるその30分前、時間に合わせて、はい、エレベーターの前で、並んでんの、はい、みんなが。そうそうそうで、非常識極まりないって思ってて。エレベーターがあって、その前で新人が並んで待ってるの。で、先輩が降りてきたらすぐ荷物もらって、うん、それをもうバスの方に新人が運ぶんだけど、そうそう、他のお客さん止まってるんだよ。よく覚えてますね。いや、覚えてた。おかしいと思ったの。She says, the next thing that really weirded her out is that she, like, the next day, of course, she knows now. So she's super early in the lobby.Of course, she didn't call out to clean the bus or anything, so she's just waiting in the lobby for a time to go to the bus. But around 9:30, when the seniors are coming, 世間の非常識が前場の常識。So like, they're like, so all the rookies are lining up in front of the elevator. まだあのね、前場の選手いるからさ、ドキドキして。They're like, they're right in front of the, how do you say that? The elevator, every rookies are...You see like on the entourage or something, so people are lining up, in like the rookies are lining up in front of the elevator, and as soon as the senior comes, they would take their luggage and like really like, okay, please where you would like to go and stuff like that. Basically like butlers, to be honest. So they would do that, and Amisa was like, there are other audience members, like the people who watch the show are stopping there. So like Nanae-san goes, you remember well, and she goes, yeah, I found it incredibly weird.That was what's happening. And Nanae-san goes, that was the, how do you say that? That's the legacy of old Japan. The hotel's room, you can't close the door.
が、でも大体オートロックだから、うんうんうん、あの、閉まっちゃうよね、勝手に。これなんていうんですか、あのロックするやつ。ロックするやつを入れて、扉をちょっと開けとくっていうのを絶対やっとかないと。いや、誰か入ってきたらどうすんだよ、怖い。だから今だったら考えらんないことが、ね、もう全てそれが常識だから、あと電話はワンコールで出なきゃダメとか。スマホってあった？ない。ギリギリのところだったんで。She says, there were like one more, two more very weird things. It's like, you cannot lock your door. Not just lock it, like the, because it's auto lock in hotels. You have to keep the room a bit open so it doesn't lock. いや、怖いよね。And you have to get the phone in one ring. 入り放題ですよ。In one ring, she says. But like, now it would be unthinkable because some, like, anybody can get in. Like, it's pretty scary.But that was the rules. でも私もやっぱり学ばせていただこうと思ったから、ある日並んでみたのそこに、印象に。で、こうなんか誰が一番早く挨拶するか合戦じゃないけど、相手、あ、ありがとうございます。こうやっぱそこから一歩前に出て、はい、こうその付き人っていうか、はい、その人たちが持つんだけど、はい、でも全員で挨拶するじゃん、はい。で、やろうと思ったら、ある日全く関係ない人が普通に、はい、まあ、降りてくるじゃん。はい、で、その人が、みたいな。で、なんかみんなも違うとなんかこういう風になったりするんだけど、はいはいはい、いや、これはやっぱり異常な世界だと思って、はいはい、並ぶのその日一日でやめたんだよね。She says, she said one day, that third day, she decided to do it herself. Like, maybe I should line up as well. Because she's the same year rookie. But she goes, but like sometimes, not the players, but somebody else shows up in elevator. So when they go like, well, so the person who just got out of the elevator, if he's freaked out. And everybody like, oh, this is wrong. And they will start again. Like, that was...I'm Sakura like, okay, I'm gonna give up on this thing. She gave up on the first try. 先輩たちはめっちゃ優しくしてくれて、あの別にみんなが優しくなかったわけじゃないけど気にかけてくれて、はいはい、で次の日その朝行ったらなんかトヨタさんが遠くからなんか頭の上に荷物を抱えてきたのよ、はい、でっかい、はい、あのインドで水だねみたいな、わかんないけどなんかこの、あ、トヨタさんおはようございますって挨拶したら、あ、もとちゃんこれプレゼントって言って、はい、毛布をプレゼントしてくれたの。へー、私と西堀さん毛布だよ、すごい感動して、ありがとうございますみたいに思ったんだけど、その晩にも高子さんが、はい、あのいきなりこんなとこ連れてきて大変だと思うからこれでご飯でも食べておいでっていきなりお金くれたりとか。So she said, but she said like the seniors to her, to Amy Sakura was very kind. 急にフォローしだした、Sakura さんが。So like, to, kind to the point like, one day, in between those tools, one day, Manami Toyota just came up like carrying a big thing on her head. Like pretty big. And she comes up and she goes like, Amy Sakura goes, good morning. And Toyota-san goes, okay.Like you guys just came up very early and it's like it's not good, so here. She gave them mattress so they can be comfortable. Like big mattress too. Like, so just like, okay, here you go. And some seniors would like, oh, it must be hard, like you guys don't know where to go, so here's some money, please eat something or have the. Like the seniors were very kind to Amy Sakura. で、その時のことを嬉しくて、でジャージとかも私たちノーブランドのジャージを着てたんだけど、うんうん、当時なんかブランドものを上下別に着るみたいな、ナイキとプーマとかアディダスとなんとかが流行りだって言って先輩たちがいっぱいジャージプレゼントしてくださって、でわざとその違うの組み合わせた方がいいんだよ、それいじめ？そんなの聞いたことない。いやいや、なんか今ブランド分けるのが流行、え、いじめ？それえ、それ知らない。そんな流行りあった？流行った、先輩もそうしてたから。あ、そうなんだ。いや、私だけ？ちょっとわかんないわ、これ。So, Sakura is a bit confused at this point because the seniors told her that it, like, she was wearing very like, normal tracksuits. And the senior goes, no, 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 it's a trend now that you have to wear two brands, like maybe Puma on the legs and like Nike on the top or something like that. So they actually gave her a lot of like, tracksuits, like jerseys a lot. They are called jerseys, by the way, in Japan. So,And the Nanae-san goes, I didn't hear of it, so she's now wondering that. She's like, she's wondering that maybe it was just her. And she goes, dude. で、その時やっぱり、私からしたらいつも雑誌に載ってる、いつもテレビに載ってるスターだから、誰々さんから今日何々をいただいた、誰々さんから何々をいただいたっていう日記とかもメモ全部取ってあって、今日I actually wrote everything down, as in like what, who gave me what today. え、まだあるんですか？あるある、多分あると思う。本にしましょうよ。 And she might have it. 悪口も書いてあると思う。だから本にしましょうよ。She says, she actually, she might have that diary, because she wrote a lot and she goes,
And Nana-san goes, make it a book. And she goes, no, maybe there's like some bad things written in there as well. Nana-san goes, yes, make it a book. 結構先輩もそのお金をギャラもらってないとかいろいろ言われてたはずなのに、そう差し入れを全部分けてくださったりとか、なんか本当に、なんていうの、ジャージだけじゃなくて、ありとあらゆるものを何も買わなくていいぐらいもらってたんだよね。みんな本当にあの皆さ ん, ほん、うん、何面倒見がいいっていうか、うん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 、すごい。あと申請全勝になった後ってことですよね。そう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 。は特になんか結構一致団結した感じが。But once the like the company's like kind of broke its back and they were starting to get starting new things, a lot of people left as well. The atmosphere changed and it became very、うんうん、how to say like very nice all of a sudden. That was the time that I'm Sandra.上の選手、堀田さんとかトヨタさんとか中間ぐらい、まあ、一応前川さんとかもいたけど、そこから七井ちゃんたちの世代がめっちゃ離れて、はいはい、こうトップと下しかいなくて、この間がいなかったから、うん、いきなり仕事も倍ぐらいに増えてるし、うん、人数も減ってるし、うん、大変だったよね、きっと。でもそれ、あ、まあ、それはそれで、うん、でもなんか自分たちがやんないで誰がやるんだみたいなのがすごいあったから、もうでも我々がいるから大丈夫でしょみたいな、本当なんか若い能天気な感じの勢いで、20歳ぐらい？20歳前後ですね。うん。So because the company's top was there and the new rookies were there, but the middle part everybody left, so it was like.It was pretty pressuring, but Nana-san thinks, but it was also a bit like, okay, if we're not going to do it, who's going to do it? So they became in charge, kind of, and the atmosphere changed because of that a lot. They were like, basically like, everybody was young, around in their 20s, and they were pretty carefree, became all of a sudden. 本当に、本当にそう思ってたよね。本当にそう思ってたって、なんか、彼女たち全然見えてないっていうか。で、ある日、その前長さんがお金がないから、会場、をあんまり長く借りれない、うん、その短い時間だけ借りようみたいな時があって、はいはいはい、So at one point they became so, so short of money they couldn't get the she couldn't they couldn't get the whole venue for like the whole time so they got the whole time 5時から借りて6時半試合開始みたいなのがあって、ありました？あったの。どこで？ So they were like they could only borrow the venue for like 3 hours so they have to do get in there set the ring do 1 hour of shows and then get out でその時に kind of things like that. もうトヨタさんからもう誰からみんながリング担いで、うん、走って使うリングを、うんうんうん、So because they only have like this the amount of time they have is so short that every star like Manami Toyota and all those people you know with the rookies as well そう everybody just ran likeThey're carrying the ring and they're running to make sure the ring happens、うん、and everybody gets in, do the show and just get out. あれはちょっと感動した。And she says, she was like, she was in awe of like people、うん、from, no, it doesn't matter where they are, everybody's putting on a show. あとある日、旅の途中で能見くんが帰ってくるって話になって。はい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 。で、あの居酒屋さんでみんな集まって、はいはい、あったあった。そう、能見くん帰ってきてすごい大歓迎でみんなが。はい。なんかよく帰っていただいて、のみくんだけが、あ、これなんかおかしい罠かなみたいな顔してるのをすごい覚えてて。あー。なんか、その時はもう、先輩も新人も本当にみんなで頑張ろうっていうのがあったんですよね。And that point they said, like, because it was such a hard thing, they would go back to Izakaya, which is basically like a drinking, eating place in Japan, traditional. They would go there and it would really become a party. And I was like, she was the only one like, okay, maybe, is it a prank or something? But because they were all doing so much to do the show, like the seniors and the juniors were like very mingled together, let's do our best kind of atmosphere. 最初の授業が9月15から、そのぐらいから始まったんだけど、はい、授業中にあのちょっと仲が悪くなった時があったの、上と下が。で、すごいギスギスしてて、で、なんだろう、呼び出しじゃないけどなんか怒られるみたいのがすごいあったんだよね、はい、でその試合前から始まって試合中も始まって何日か続いて試合後とうとう24時ぐらい24時だよ、はい、に全員なんとかさんの堀田さんの部屋に集まってみたいな、はい、呼び出しがあって、はい、で自分たちにも連絡が来てえー、ってその時いや私関係ないじゃんって本当に思ってみんな仲良くやろうよみたいな感じで思ってたんだけど本当に行きたくないなと思ってその部屋に入ったら真っ暗だったので、まあ、いじめだこれは本当にやばいと思って入ってったらあの私の後輩が西堀さんっていうんだけど先に入ってくださいっていうので
なんだ私、まあ、でも先輩だからしょうがないと思って入って、はい、真っ暗のとこになんとか入ってて、そっとそっと入ったらいきなりライトがついて、ハッピーバースデーっていうサプライズをいただいた時に、全自分の人生を反省した。本当にすいませんって。She says one point is for like 4-5-6 days, like the top, the seniors and the junior became a bit like they started having like ruffles. They started having ruffles and they were like they are not getting well together. So one day they would get angry at and they would yell, they would get angry and then it became a pattern. And one day, at around like 2 in the night, they got, Amisara got, like, everybody got called in a senior's room. And they also got called. And she remembers thinking, like, why do I? Like, it's your own company thing to deal with it. But she got called. So when she opened the room, it was dark. And she was, ah, damn, this is gonna be bullying. So the one who was with her goes, like, okay, you go first. And she goes, okay, yeah, like, can't really help it. She goes in and the lights come out. It was a surprise birthday party for her. She says at that second, she regretted every single second of her life. As in like, how can I think so bad? But she would never forget that moment, she says. 大号泣。で、その日の日記にはエミのバカバカっていっぱい書いてある。She said, on that day's diary, she wrote, I mean, stupid, I'm stupid. エミのバカバカ。でもそれはしょうがなくて、可愛いですね、実はその後からサプライズに参加する側にもあるから、その初めて その誕生日サプライズが自分だったからサプライズって分かんなくて、その後はみんな計画しながらこうしようこうしようって裏側になれたから、あ、誕生日サプライズはこうやってやんだねとかそう思ってたんだけど、その時は本当にみんなごめんと思って。 So after that it became like a thing, so she would also be in the planning of the party, like we're doing a party for her. So then it became a thing, but on the first time she was like, she had no idea. え、日記だからね、自分と向き合ってるから。Yeah, because it's a diary, she's facing herself. もちろん SNS なんかない時代だよ。Because there's no social media at that point. でもそれでもずっと試合を続けてって、で、なんかその時のマッチメイクって、朝バスに乗ったら、ノートが置いてあって、てあるこう見ると書いてあるんだよね、今日のマッチメイクが、で、その頃、覆面レスラーが登場していて、ザップっていう、ザップ、はい、で、そのザップと対戦するのが必ずベテランと新人みたいになってたんだよ。だから、豊田さんと誰か、堀田さんと誰か、あの伊藤さんと誰かみたいな感じ、あ、違う、誰だっけ、なんか伊藤さんはザップ、前川さんと誰かとか、はい、そういう風にずっとなってて、で、私は絶対そこに入りたくなかったの、いつも。で、大体決まってたんだよね。そう、セミがベテランと新人、メインがあのベテランと新人のタッグとか、そんな感じで決まってて、とにかくそのザップ枠だけにはずっと入りたくなくて。There was like a team called Zap. At that point, it became a thing. And they were always there. The opponent of that team would always be a senior and a junior together. I was like, I did not want to get in that team. なんでかというと、しないよ。使う選手だったから、もう桃みたいになってて、桃が腐った桃みたいな体が、they would use like staples or something like that。朝がないところがないの、体に。確かに。だってシューズの上とかコスチュームの上から叩かれてもあざになるじゃん。私できやすかったから、で、その時まだ風呂なし四畳半に住んでたの私。だから銭湯に行かなきゃいけないのよ。で、銭湯で DV いや本当にあざだらけで。So because she was やばかったの。She was living in a noBathroom apartment at that point, so she would go to public baths, and because they would use that kind of like they would use sticks and stuff, her whole body was covered in like scars. 読む人がいい。まあそれでね、そのザップと当たるのがどうしても嫌で、で大体一日ごとにそのメイン、セミ、ザップ、セミ、ザップ、回ってる感じ。そう、まあ、新人が私とナナエちゃんとモモちゃんとワッキーとかで回ってたの。はい、どうしてもである日勇気を出して。ノート書き出してみようかなと思って。So one day, because the thing was, you would come down from the hotel and you would find a notebook in the bus, and that notebook has the match card of the day. So because she never wanted to do that, one day after in getting her all of her courage, she thought maybe I can just write, maybe I just write the like the own the diary, like nobody would find out if I come the first. え、それはやったのか。で。ボールペンだったのよ、その鉛筆じゃなかったの、はい、だから1個だけ直せばいいんじゃなくて、直すのは全部を直さなきゃいけない、はいはい、だからある日コピーを取って
持ち出してたね。ええー。で筆跡をすごい真似して絶対当たりたくなくて。はい、でも未遂には終わったんだけど、はい、でもそのくらい追い込まれてる。She says one day she actually made a copy. She bought a pen, made a copy. Really worked hard on doing it the same way. やってないってことですよ。やってない。But she couldn't do it. ちょっと特徴ある。字だったんだよね。She said like she couldn't do it, she couldn't make it happen. 団体で But she tried that much. もしやってたら大問題。That's how much she never wanted. それからでも気づかないかもしれない。気づかないような気がする。前兆だったら分かんないけど。である日もう限界が来て、私もバスから降りれない事件っていうのがあって、うん、で前兆ってまあつくじゃん。はい、でリング作ったら合同練習みたいなのがあるじゃん。はいはい。旅の時。そうそう。で合同練習になると気持ち悪くなっちゃって、はい、体がもう受け付けなくて。バスから出られなくなっちゃったの。登校拒否みたいな感じ。登校拒否みたいな感じ。で、試合の時だけもうしょうがないから直前に行って、うん、試合してなんかボコボコにされて終わるみたいな感じだったんだけど、はい、その時後輩の子はずっと負け続けて何も実績残せなかったんだけど、うん、コツコツとこう練習に出て頑張ってたんですよ。うんうんうん、それがの今の食いしん坊亀さんの奥様なんですけども、え？あ、知らなかった。西堀さん。そう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 。そうなんだ。でも、so, 西堀さん was the like Sakura san and her、うん、one junior were two people together doing the tour and、her like one day it became so much like she there was like a training before the matches and she would get beat up every day in the matches so she at one day it was so hard on her body that she couldn't get up from her seat.And she would just like, okay, she would just do the matches for like a few days because her condition was way too bad. But her junior would like go, like kind of drag herself to the、ring and practice. By the way, who's like, is Kirishin Bo's son's wife right now?その引退試合もしてご結婚もしてお子さんも産んで育てて、うん、今もう立派にへー Who is by the way has a husband and a good family、really happy right now with everything at home and everything みんなの大好きな仲間に囲まれて Kirishin Bo Kamen if you know him、her junior is Kirishin Bo Kamen's なんで知らないんだろう、wife あでも会場とかにあまり来ないかもしれないけど、うん、ある日私がその再会してそのお子さんたちに、うん、もう顔もう面影しかないのよ顔に、うん、で、まあ、クイさんとまあ一緒に写真撮らせてもらったりとかして、うん、加藤ムーブかな加藤ムーブかクイさんの体格忘れたんだけどその時にあなんか立派だったなってちょっと思い直して、うん、私あの時出られなくなっちゃったけどコツ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 やってるともう人生もコツ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 うまくいくんだなと思って、うん、yeah, she was able to do everything like she's I'm very happy for her そうだクイさんの自主講義の時にバイトに行ったりとかまあその会ったりとかねしたんだけどでもそれでもさ奈々ちゃんたちはまあ試合をし続けて、うんお客さんも徐々に入ってきて、お客さんは一回減っちゃったんですよね。うんうん、確か選手もいなくなって、wrestlers left and the audience got half as well。でもあのそのフジテレビの企画でキスの世界とかをやるようになって若い子たちが戻ってきたというか。客層がまた変わって、お客さんが増えたんですよね。So at one point, because of Fuji TV, they were doing the shows and all, like maybe like studio wrestling or something. They were able to bring back the players and even bring back all the. 電話かかってきたから出るの？出るの？ So I'm sorry, I'm gonna call everyone. Everybody surprised. これ。いや、初めてです。初めて。どうぞ。大事なやつ。初めてのパターン。Yes, this is the first time everyone, M. Sakura has left the interview all of a sudden. Maybe it's because the nice one. They are pretty good friends. 何？じゃあ何喋る？じゃあ高橋奈々に質問したいことがあれば。あ、スイカマーク。スイカマーク。どうしたの？So, ゲストを一人にして。Yes, by the way, all of a sudden she just left. どういうこと？ Sorry. あ、帰ってきた。ただいま、あのネットスーパーの届け配達が。By the way, oh yes, I'm Sakura's. 今七位タイムでほら。あ、ごめんじゃあちょっと七位タイムどうぞ。スイカ。あ、スイカあるんだここ。え？あ、丸いスイカがある。大きい声出さない。スイカでテンションが。Keeping it as a surprise because we knew but it does have it.Hello, hello. We do have like a complete watermelon here. A round one and like not a cut one.
優しく抱きしめてよ。はいはいはい。キスキス。すごいすごい。そういうのいっぱいいっぱいスイカ。いっぱいスイカ。のりちゃん、リコちゃんはどんな子ですか？若い。かわいい。なんか年がすごい離れてるから可愛いですよね。なんか可愛く見えるんですね。可愛いよ。うん、可愛い可愛い。可愛く見える。可愛いじゃない。可愛い。みんな可愛い。うん、子供みたいですよ。なんか。うん。自分はなんか同期ぐらいの気持ちでいるんだけど。え、姉ちゃんと。友達感覚。姉です。姉です。姉。I'm Sakura. On the other hand, Delay somethings. Meichan looks to her like a kid.Like a child, but Arisaka says, to me she's my age, like I'm doing everything. So, でもキスの世界でファンがめっちゃ戻ってきて、あのツンクさんプロデュースって、ツンクさんってすごいベリーフェイマスプロデューサーなんだけど、コーダさんが好きなハロプロプロデュース全部した人、mm-hmm. 本当に何だろう、日本中の人が知ってる。知ってる。もう有名な人。So, a really big producer of Japan, to be honest, very famous producer.Started producing the shows in basically like called like a Kiss Generation and they became very popular and big. Kiss Generation is Kiss the World, isn't it? Kiss of the World. Kiss of the World. Like Kiss Generation というかその時代みたいに始まったみたいな感じです。まあでもそれで奈々ちゃんたち戻ってくるときには私がもう全場去ってたんだよね。なんで去ったんですか？もう嫌だって。ありがとうございます。Amazon Sakura's shipment for the groceries is here from Amazon, so. Amazon の翻訳会。あの私あの居場所がだんだんなくなってきて、全場でまあ一通りこう若手たちとも対戦して。まあ、リーグ戦やったりとか、タイトルマッチとかもいろいろやったんだけど、もう明らかに勝った負けたとかじゃなくて、もう奈々ちゃん世代たちに抜かされてきてるし、本当にその、なんかここで何やってるのか分かんないっていう時に、ちょうど JWP さんのとの対抗戦みたいのが始まって、あ、現状がそう、はい、で、ここで、あ、ここで一区切りだなと思ってそこで離れる。へぇー。So at that point it just became like the Renaissance, the team of them was really getting big, and Sakura was finding less and less space for herself, and it just became like in that sense that she would, they would set this part their ways, and there would be no much left for them to do there. え、でもさ、奈々ちゃんがさ、その、さあの時仲悪かったですよね、みたいに書いてたじゃん、ツイッターに。はい。それが分かんなくて。So, Nanae-san wrote that they weren't really on good terms. They weren't friends at that point when they were during that time. え？なんかした？私何かしましたか？いやじゃあ、なんかもうなんていうの？前場はもうまっすぐなんていうの？バチバチみたいな、うん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 、やっぱ王道みたいな感じだったんで、うんうん、なんかさくらさんのプロレスが若いから。もう全然え、でも沼っちさんとかさ昔はね、今昔はね、うん、はい、で私はそういうのあんま眼中いなかったんで、ひどい、同じ団体の先輩でも悪く言ってるのにさいやいやいや、もう関わりもなかったんですけ ど, ど、ね、いや それはそれであの違うあのあれでいいと思うんですけど、うん、自分の好みっていうか、いや、奈々ちゃんの好みに合わないだけで私嫌われてたの何それ？じゃあじゃあじゃあ、これはもう翻訳して、これは個人を尊重してない。To her mind, Nanae-san's wrestling was very straightforward. And in her mind, Genjo's wrestling was very straightforward as well. So she could not understand Ami Sakura's wrestling. She was like, I just couldn't understand it. ありがとう。And like, she was like a senior to do that too. She's like, yeah, but I never got involved with her. ある日、Nanae-san とシングル組まれた時に、Nanae-san が腕骨折してたの。So one day, they had a match together, and she had her shoulder separated. Broke. Broke. Bone. Hotta-san's kick, isn't it? There was like her hand break from Hotta-san's kick. Bone break? Yes, fracture. Fracture. Yes. So she had like a, basically like, how do you say that?What is called a cast on her hand. それでめっちゃラリアットバーンって入れられて。So, and that lariat, いや、ほんとほんと。Amazon Sakura got hit with that cast lariat. 私もありがとう。
それはね、いまだに忘れられない。まずね、She said she would never forget that lariat. 欠場じゃん、そんなの。She got hit on her eyes. 骨折して休むべきじゃん。なのに、まず休まないんですよ。なのでタックリーグを出てて、それは2年目だった。うん、タックリーグ中に骨が折れちゃったんですよ。うん、でそのリーグ戦を休みたくなかったんですよ。うんうんうん、だから、試合出るようにそのギブスをつけてやってたんです。She says around she was in her second year at that point and she was doing a tag league. So her bone broke from taking a kick and but she didn't want to take rest from the ring. So she had a cast on that hand and she would still wrestle. でもね本当に私奈々ちゃんのシングルでやっぱ忘れられないってそれは一つに入ってる。何回もシングルやってる。Yeah, she did broke from like blocking a kick from one of her seniors.あとジャパングランプリとかさ、その新人憧れのジャパングランプリって伝統的なシングルリーグ戦、G1 みたいな感じですよね。So like there were a tournament called Japan Grand Prix, which was basically like the G1 style tournament in Japan, very big. それに初めて出れるってなった時にすごい感動して頑張ろうと思ったのに、なぜかその年だけ2部リーグに分けられちゃって、あ、若いのと、そう、若手リーグと、うん、ベテランリーグに負けられちゃったの。それで猫になったんですか。うん、そうで、私その時に若手リーグのキャリアが一番上だったから、もう勝った当たり前じゃん。うん、どうすんのと思って、うん、悔しさがいっぱいあって。The Am Sakura only on that year got in the league, and for only that year the leagues got separated into like seniors and juniors, like the new rookies and seniors. The league got separated, and Am Sakura was like in the how to say that in theIn the rookies section, Am Sakura's career was the most up. So if she wins, it's like, ah, your career is up. But if she loses, it's like, your career is up and you still lost. So、she was very frustrated with that. だから、絶対勝たなきゃいけないからいっぱい練習して新技を作ったのよ。そしたら肋骨骨折しちゃって。え、ニャンニャンプレス？そう。へー。 So she made a new move, really practiced a lot, and she made a new move called ニャンニャンプレス。I haven't... 猫だから？うん、違うの。ニャンニャンプレスができたの先に。で、練習で骨折しちゃったの。でもリーグ戦出なきゃいけなくって、でも普通の試合できないじゃん、もう普通に動けないから。で、なんとかでもそのニャンニャンプレスは出したいし、どうしようと思って黒猫キャラクター。そうなんだ、知らなかったの。知らない。あ、なんだろうな、450を出した時に私あの骨折しちゃってボーンブロークになって、でそのリーグ戦2リーグだったから、ヤングジェネレーションで私一番ロングキャリアだったから負けれないじゃん、うん、だからでも他の試合も痛くて動けないからどうしようってことでキャラクターチェンジしたってこと。顔真っ白で、真っ白で猫のなんか。She says, Am Sakura, by the way, how many people here remember Am Sakura's cat character? だからそういうことするからさ、ふざけんなって思うわけですよ。So Am Sakura's cat character was not because she wanted to change the character. It was because she broke her ribs trying to do 450. And, but she could do a 450, so made that move called Nya Nya Press, which is basically meow meow in English, like how the cat makes sounds.So now that she could not do normal matches because she had hurt too much, but she definitely wanted to do the league matches. So she did the league matches as the new character, which was the black cat. And well, it was she had broken ribs. その時にコスチューム新しく作って、ブラックのコスチュームに顔白塗りしてペイントして出たんだけど、This is the black cat character.出てくる ね。で、これが控え室がやばかった。空気がやばかった。She says, but when she debuted this character, it was the dead. Nobody reacted. Like it was no, it didn't go well at all. 誰もツッコミもしない。もう無視じゃないんだけど、存在が消えた。私は今ここにいませんみたいな。いや、なんか、so、she said she almost wanted to disappear from there. It was that bad. あと、リングに上がっても、シーンって。So even if she got into the ring, it was just dead. なんかみんなどう見ればいいか、どう見ればいいか分かんないみたいな。Everybody's like, how should we look at it? それ分かりますよ、その気持ちは。Amazon says, I understand. I totally understand. でも、その時に、トヨタさんだけが、
桃田ちゃん面白いじゃんって言ってくれたの。これ本当の話。へー。 She says only Manami Teruta goes, あ、桃ちゃん you are very cute. でもまあ、like very interesting. That's pretty awesome. 桃田さんとタッグ組んだりしてたね。 桃ちゃん is by the way 元川恵美 which is from her past name. で、なんかその結局そのなんかパッとしなかった気がするけど、ファイアバードを今でもやってるし、その昔を知らない、映像を見たことがない、状況を知らない人は黒猫の衣装を見たら、写真だけ見たら喜んでくれるじゃん、うん、でやってよかったなと思って But now that if you look back, it's just like you can only find the pictures and you kind of only become like happy 黒猫の単語で入場したわ But she says, she, now she thinks she's happy to do it 書いてある、書いてある、でも黒猫の単語そう、本当にシーンってしたから、コラケン中が So all of the コラケン was just dead ね、なんかさ昔の方がさ、お客さん冷たかったですよね。冷たかった。私、コラケンめっちゃ嫌いだったもん。The, the audience were more tough. 怖くて、怖くて。自分の思いを素直に表現してよかった。今はさ、なんか盛り上がろうみたいな。しましょうみたいな、あるけど。全然、昔、全然なんか、寒いやつにはもう寒いみたいな。そう。So like, before the audience, if they didn't like you, they would let you know.They would just be dead. Nobody would make a sound. みんな席立ってタバコ吸いに行っちゃったりとか、うん、全然声援もしてくれなかったから、like, すごい怖い。If there was no like, supportiveness at all, if they didn't like you, if they think, nah, they didn't care, they really didn't care. うん。だからそういうのがあってから、あれですよ。Because a lot of things that a lot of things have changed. え、リングするの、あ、試合するのが怖い時期とかもあったでしょ？あったあったあった。There were times they were like scared to do matches. いつもやめたいと思ってた。So she said she wanted to stop all the time. でもその結局七重さんは私のファイトスタイルが自分に合わないっていうだけで嫌ってただけで、私に何か問題があったりとかそういうわけじゃないってことだよね。So that Ami Sakura's fighting style didn't suit with Nanae-san. That's what the reason she hated her. でも全然さ仲良くなかったですよね。But they were really not friends. だって記憶にないもん。She has no idea. 当然どっか行ったりとかなかったと思うけど、なんかね昔のって映像とか見るとめっちゃなんかめっちゃなんかボコ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 蹴ったり、試合はひどかったよ、ね、ナナエさん。She says、ね、now that if she looks back on matches, she only like really she was really hard on Ami Sakura. She would just beat her up. なんかね本当汚いものみたいな。Yeah, she said like it almost like watching something. そんなそんな、あとね結構新技の試し切りみたいなされてた。She says it was almost like she it was an Ami Sakura was an experiment for Nanae to do new moves. なんとかパンサーなんだっけ、関節技キャメルクラッチのなんかこんなやつないの？ナナロック。ナナロック、はい、ナナロックじゃない、もうちょっとなんとかパンサー、なんか関節技で私負けたことがあって、その新技を必ず出して勝つみたいな、なんかすごい、でもすごいじゃないですか、ある意味なんで？で、それまでの自分の技じゃなくて新しいものを用意するっていうのはすごくないですか、ある意味それ今ちょっと今気づいたわ、はい、そういう風に捉えてください、それはい。Says take it as in like I've made new things for you. Take it as in like I've did everything I can to make something new and important for you. でもそっから道が分かれて JRP さんと対抗戦始まって、奈々ちゃんど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 んいいライバル見つけて、ももちゃんとも勝ったり負けたりとかしながらなるわけじゃん。で私は FM 行ったのかな、 FM 行って自分京子さんとかとタッグとかやりながらいろいろやってって、最終的にまたネオとかで再会する気がする。So now that she went to FM and Nanae-san found a new rival, she did a thing. Ami Sakura started tagging with Inoue-san and did a lot in there. So next time they meet is in Neo. Hot Ribbon, じゃないですか？Neo さんが先、Neo さんで、その後に、ごめん、私顔中スイカでべちゃべちゃになっちゃったんだけど、あの、ごめん、あのこのスイカ美味しすぎる、誰が買ってくれたの？みずみずしい。こんなに美味しいんだったらもう夏最高じゃない？でしょ、だからいいんですよ、スイカは。この素晴らしさ。あのベイビーも大好き。うん。水分取れていいよね。うん、すいませんね。いや、どうぞどうぞ。いい、いい、食べていい。あ、じゃあこれだけちょっと。いやいや、もう、うん、これだけ真剣に食べてくるから、はい、ちょっとまた一人で喋ってて。はい、あの人目を気にせず食べてくる。ナナエタイム。さあ、ナナエタイムがやってまいりました。Yes。だから、え、ネオさんのいつなんだろう、いつ出会ったんだろう。スイカタイム、スイカタイム。だけど、ナナエさん、今すごいコメント来たんですけど、はい、何か、まあ、言ってるんだけですけど、チョコプロには、
この坂さんの猫キャラクターがすごい流行るとみんな言ってます。ああ、コッシュもどっか行っちゃった。Everybody says in チョコプロ、the cat character 黒猫 will be very popular. 流行る？Very popular. Very popular? Yes, in チョコプロ。エミプリンセルが結構みんなが好きでした。なんかファンの人にオークションで出した後に中でまた来たくなって、やっぱり一回返してくださいみたいになってまたファンの人に返してとかしてるうちに、バッグとコスチュームをその方にお譲りしたんだけれども、そのコスチューム2つ持ってコスチュームだけ返して、そのバッグは誰かにあげちゃったような気がするんだよね。でまたなんかそのなんとかなんとかで、私のコスチューム持ってる方いたらまた貸してください。She says she auctioned that costume to one time and then she had to wear it again, so she borrowed it from the audience member. But she rented it again, borrowed it again. She says she would have been doing a lot, so、if somebody has that costume, let her know. So then, so, Neo san de issho になって、私がアイスリボン始めるその前の段階で、はい、ナナちゃんに出てもらいたいって思ったんだけど、その理由があって、はい、一回前女さんで前川さんの自主興業が、はい、覚えてる？え、引退試合じゃなくて、うん、自主興業、自主興業じゃなくて地元凱旋興業、はい、どこだったかな、千葉だよね、千葉、うん、があった時にリングが斜めに立ってたの、坂道にリングを立てて試合をしたのよ、はい、でそれがすごく衝撃的で、はい、で、まあ、頭いい選手は上から下に向かって走ってコペとかやってるのに、そ の,、まあ、その時西堀がね、下から上に向かってコルバタやってて、全然進まないで戻ってきて落ちるみたいななったんだけど、坂道のリングで試合するっていうことにすごく感銘を受けて、うん、前場の選手だったら絶対にできる、うんうん、と思って七重さんにそのアイスリボン、まあ、ホットリボンにオファーをしたのを覚えてる、うんうん、その話してくれた、その時も、あ、同じ話してると思う。She says, there was one time a retirement show, and that was she booked Nanae-san for her one of her ice ribbon shows. But the peculiar thing was, the ring that was set up was on a slant, like putting a ring on a hill. So it was like downwards. So the smart wrestler would like run from up to down in a ring. そんなの当たり前だったんだよね。当たり前ですよね。But she would try to do something from up to down, couldn't do anything. But Amitaga thought the 草を刈るところから始まる。The Genjo's wrestler would definitely be able to do it because they are like one of the best. So she booked Nanae-san and they talked about it the same thing before as well. 大雨でもかっこよかったよね。それはすごいかっこよかった。トヨタさんのやつとか覚えてる。砂利で雨でも場外プランチャ全然やっちゃうみたいな。やられる方が大変、びっしゃびしゃドロッドロでも、うん、いつもと同じものを見せないとプロじゃないみたいな。あと北海道で一回コーナーポストが折れちゃったんですよ、コーナー、鉄柱がセミぐらいの時に、でだからロープがない状態のリングになっちゃって、でもそれはそれでめっちゃなんかその場限りじゃないですか。でトヨタさんはやっぱりその時もリングに椅子を置いてそこからプランチャ飛んだりとかしたり、エニーホール、うん、どこでもホール取っていいルールにしたりとかして、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかでもさ、それも経験というよりはなんかプライドっていうか、絶対にいつも通りの前場皆さん楽しんでいただきましょうみたいなのは、うん、It was like a tradition at that point, as in like the match will not stop. Mm-hmm. If it rains, they will wrestle in the rain, like the Genjo company, like Manami Toyota specifically. Mm-hmm. If it hailed, they would wrestle in hail. At one point, Nanae-san remembers in like exactly, like even if it, no matter how the condition, she would do her moves in perfect condition. If she couldn't do that, that's not being professional. So at one point, the turnbuckle broke and there were no ropes.So even from that match became like one of the legendary matches, as in like they made different rules, as in like that you can take fall counts anywhere, and she would put chairs on the ring about to make it high so she could do her like flying moves and stuff. So. でそのアイスリボンで一緒にやるのって、奈々ちゃんとかナッキーとか前村さんとか伊藤さんとか、本当にそうそうたるメンバーがその、アイスリボンのリングのないマットだけの試合に出てくれて、でそのあたりから自分も、あ、本当に成立してるって自信持ってやれるようになったっていうのはあったかもしれない。 She says at the same point Emi Sakura was making ice ribbon, she was getting places and things, her confidence increased and she thinks she could do it, and that's why she did that kind of show with and called Nanae to do a match. フリーなのかな、いや、なんかユニットだった。一個すごい面白いコメントが、ドリームキャッチャー、コメント来てます。
何か佐賀さんがアイスリボンやった時代その通りぐらいで何か七重さんが一個 SUN S-U-N という団体にでなんかすごいユニークな団体だったけどこのにやってたって思ってきました、うんうんうん、ワンからあワンありがとうそう SUN とかドリームキャッチャーとかいろいろあってその中でずっとアイスリボンで関わってくれてたんだよね So she would、be doing SUN and Dream Catchers and something and would still be doing able to do that SUN の時は01の時はいAnd zero one and all, and she would still do like ice ribbons. 全部じゃないの短い期間だ。じゃあ、サンの後です多分。サンが終わって、サンを辞めて、うん、の後です多分。うんうんうん。で上がってくれるようになった後に、私たちが道場をアイスリボンの道場を埼玉に持った時に、七重さんにコーチに、うんうんうん、来てもらってたんだよね。うん。So when they started when Namisawa started her dojo in Saitama, Nanai, she asked Nanai-san to be one of the coaches in the show. So Sakamichi Prores が品川中小企業センターの高橋奈奈対リホにつながる、うん、デビュー戦、うん、9歳だった。そうだね。ちっちゃかった。何かリホちゃんのデビュー戦の相手なの。Yes, so she said the comment from Momoyuki-san just said.That Sakamichi Pro Wrestling, which Sakamichi means like a hill. Sakamichi Pro Wrestling. Like it basically means hill. So that hill match actually connects to when Riho makes her debut, and Riho's debut opponent was actually Nanai-san, who was sitting right here. Riho-chan がさ泣いちゃってさ。She was 9 years old. 試合中に。So Riho-chan started crying. She is, 困るよね。困った。So Riho-chan just started crying. 困るけど、Riho-chan だって彼女の人生の中で誰かに首を絞められるとかないから、ね。前で初めてのこといや、うん、She was 9 years old and started crying in her debut match. Very cute. でもね、アメリカに行ってチャンピオンになるまでになるんだからね。ね But she is now one of my champions. 本当そうだよ。Become a champion. Nanai-san said it's all because of me. そうだ。なんだっけあのサポーターに凶器隠しててハサミと携帯の充電コードかなんかをリホちゃんだ。リホちゃんがサポーターに入れててそうだそうだ。で試合前にレフリーに見つかっちゃってえ。取られちゃうのみたいな。She said she had like a scissor and like a how to say like a charger in her、knee pad and when it got checked、in a match the referee took it away and Riho was very surprised that oh you gonna take it away I like hide it so well で奈々ちゃんが教えてた時誰がいたのか全然覚えてないんだけど誰世代を一生懸命教えてたの誠あ So she remembers Makoto very well いやあの大きいボールバランスボールバランスボールを使って腕立て伏せ5種類ぐらいあったじゃん、はい、それをまこちゃんが練習終わってから一人でずっと練習してんのよ私これついていけなかったんで、次の練習までできるようになりたいっていつも覚えてる、だってそれ練習の時私怒ってまことに怒ったら、うん、しばらく練習に出てこなくなっちゃってそれをなんかななちゃんなんかちゃんと練習出るように言ってあげてみたいな、ね、なんか She remembers in the dojo one time Makoto could not do anything so Nanai-san got angry at her and she Makoto started not coming to training because she was like nervous and all so Amisakura goes Nanai-san like please like say something like encourage her so she comes back to training そう、Nanai-san の練習って Nanai-san が一番練習するね普通こう誰かが練習見たらその人たちが練習して教えたりとか目が回らないからなのに、七重さんは自分が一番練習しないと気が済まなくて。She said normally in a training, when somebody teaches you, they watch and you train. 七重さん on the other hand, when she trains you, she trains the most in that time. And she could not like settle down until she trains, so she would be doing the most amount of training, and you have to catch up to her.そう、それで、あの、まあ、困ったことがあって、七重さんと夏希がやっぱ汗を流して、じゃあ誰よりも声出して、で、やってる時に私はフィーって言って2階のクーラー聞いてるとこでパソコンで仕事をしてるわけよ。うん、で、そうすると、こうびっくりするよ。新人たちがみんな七重さんの言うこと聞くようになっちゃうの。びっくり。She said what happens is, training is going on, Nanai-san is teaching,And so Natsuki was like super into it, everybody's putting so much voice in. And I'm Sakura on the second floor in a cooler, like it's super hot, in a cooler doing like work on a laptop or something, just sitting around taking it easy. So what happens is every newcomer started listening to Nanai-san,
everything she says, nobody listens to him, Sakura. あとなんかこれはね、何回もあの、ななちゃんのツイッターボットに拾われるんだけど、ななちゃんがすごい練習の時おしゃれ、ツイッターボット。おしゃれでズボンもいいやつ着て、うん、なんで練習で誰も見てないし、うん、ですごい何枚も何枚も着替えなきゃいけない、うん、そんないい T シャツ着てるのって言ったら、うん、練習の時に気分が上がるものを身につけたいみたいなことを言ってて、うん、So, the next time will always come with like super nice T-shirts and all like very good branded T-shirts when she comes to training I'm sorry, I was like, why do you do that? Like, why do you wear so good when there's no need for it? And she goes, I wanna feel, you know, hyped なんか、あ、Nanaiに任せたら乗っ取られる。So, I'm Sakura thought, if I gave it to Nanai, I think she's gonna take it all away from me. でも、アイスの一番最初のコーラケンって、Nanaiさんとシングルマッチだったよね。そうです、そうです。But Ice-Ribbon's first コーラケン hold, it was Ami Sakura was in Nanai. それはコーラケンをやる理由があって、Nanaiさんとシングルをやるためにコーラケンを取ったんだけど、なんでだっけ？あれですか？私が、あれ、脳震盪の後？分かった分かった、この間の甲田さんの話とつながるんだけど、yeah. 七井さんと試合やって七井さんが脳震盪になって私田村さんとやってベルトを取ってその時なんかもうすぐベルトを取られちゃったから私がチャンピオンでさくらさんと田村さんと防衛戦やるって決まってたのに無理やりさくらさんとシングルやるでベルトかけるってなったら、うん、ここで私が脳震盪で負けちゃったんですよね、うん、あのもうレフェリーストップで、うんそれ で試合も出れなくなってさくらさんが代わりに田村さんとの試合に急遽出てくれてでも私ベルトをそこで取られちゃってるから2日転下だったんだけど、はいはい、でその後に奈々ちゃんがその脳震盪から復活するっていうのでじゃあその後の次のシングルマッチが So you have all heard from yesterday as in like Ami Sakura became a champion because like Nanai-san wanted to wrestle her no matter what when she was the champion and she was supposed to wrestle Tamura-san but she got lost by a referee strap because she lost consciousness in the match Ami Sakura went on to challenge Tamura-san, lost the title and now when Nanai-san made her comeback Ami Sakura rented Korakuen Hall just so she could have that singles match with Nanai-san in a big place ちゃんとステージが必要だと思って、頑張んなきゃ。She thought a stage was needed, and she had to do her best to do that match justice one more time. 私勝ったっけ？ナナちゃん勝ったっけ？Who won? ナナちゃんだ。ナナちゃんだ。ナナちゃん勝って、私多分ナナイさんに勝ったことがないもん。その脳震盪を起こして以来何回か当たってるけど、その以前もその後も。Ami Sakura has never won over Nanai-san apart from that one.TKO loss. まあでもね、これはこの七井さんに勝ったことない話は後にすごいいい話につながるから、これ忘れないように。So keep it as in like it's gonna connect to a very good story. これも忘れちゃう可能性もあるから後で言って。これどの方のあれですか？あと30分ぐらいやります。Yes, so like around 30 minutes the story is gonna come back. すごいね、盛りだくさんだね。うん。ちょっとそのフルーツみたいなの食べて美味しそうだから。エクレア、エクレアみたいな。ねえねえ、アイス食べたいアイス。あ、さくらさんのアイス。そう。So, I'm Sakura made homemade ice cream and she's gonna クライマックスにしたいからさ。クライマックス。そうで昨日の甲田さんの話と今の七瀬さんの話がつながるんだけど、そのままアイスリボンでやってて、そうでもね本当にみんなは七瀬さんによくついていってた。で、トップが2人いるとうまくいかないから練習七瀬さんに任せて、自分はまあ運営とかのこともあったからアイスのことをいろいろやってたんだけど、そうこうしてるうちにその七瀬さんにみんな気持ちがいっちゃって。これはいかんと思って七井さんバイバイってしたんだっけ？してないでしょ。あれそうだっけ？どうしてバイバイになっちゃったの？私あれですね、スターダムに入団。She says, Ami Sakura thought like she had a lot of work, so she thought like maybe I'll take care of Nanai-san because she's taking everybody from me. But the reality was, Nanai-san signed with Stardom, and that's how she got away. 思い出した、反対だ。I said, 思い出した。え、なになに？皆さん、反対でした。It was reverse. 私はアイスリボンの運営をやって、七井さんが選手のケア、本当に人徳もあって、みんなが七井さんについてたし、これはうまくいくと。で、今こそ私と七井が力を合わせて、2人で団体をやるべきだ、七井さんと私は頑張ると思って、決意したときに、あ、私、スターダム行くんで。She says, Ami Sakura told I will do the office work, like all the care of the player will be given to Nanai-san, she will train. We both of us, now is the time to get together.And we will make this company big as together. And as soon as she had that, Nanai-san goes, I'm gonna go to start. もう裏切り者。Yeah. Says you betrayed me. 何思い出して。でもそれも一生懸命話した気がする。ナナちゃん、実は私これこれこうで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 思ってるんだけど、そんな急になんでみたいな。
I didn't see. I'm Sakura. Remember, was talking to her very properly. Like, let's do it like that. Wait. She still remembers asking her to stay. But that time, so Nanae-san thought like she really thought about it. Like she really really did thought about it at that point. どういうふうに悩んでくれたの？ なんか本当同じ時期に本当になんか声をかけてもらったんですよね、確か。So, Asakura really called for her. 所属にならないかって。Like really called for her. 所属になってほしいみたいな話。She almost wanted her to be a part of Ice Ribbon, like permanently. で、その本当その同じぐらいにそのスターダム働き前の Exactly at the same time, exactly at the same time, Stardom did the same thing.風花とかがやってて、なるほど、で、そっちからも話をもらって、とか、あともう一個お話ももらってみたいな、フリーだったから、そういう時期だったね。So because she was free, a lot of offers came at the same time. じゃあなんで桜を捨てたの？捨てた。So why did you betrayed Ami Sakura? She asked. いや、でもさ、わかん、私がなんだろうね、なんで捨てたとかじゃなくて、で今。思えば、なんで一緒にやれたらよかったのになって思いますよ、マジで。So she thinks like, if she remembers now, she really thinks, why did she leave? Like, if they had done it together, it would have been awesome. なんで一緒にできなかったんだろう。Why did they not? 一緒の団体にさ、でさ、25年あってですよ。So they have 25 years together, as in they have been together for quite some long time. いいわけでもないけどさ、なんかつかず離れず、They came together separate away. 関係が続いて、なんかだってプロレス界で何でも喋れる人って桜さん、なんか桜さんにはなんか、あの、急に会っても急に話せるよね。She says, if she thinks about somebody who she can really talk to, it would be probably, I mean, Sakura, like if she really has to remember.They have hated each other, they have loved each other, they have worked together. Like their relationship goes very deep. So she really is troubled. Like why didn't they work together? いやなんかその時まあそういう風になって一番最後の試合があのパッション、下馬さんの引退試合だった気がする。七重さんが最後の試合違う？The last match she did was a retirement show. そうかもしれない。でその下馬さんをずっとその夏希たちのパッション、パッション、パッションと仲間に入れてくれてて、はい、でこっちがオビちゃんと私とまあ誰かとかそんな感じだった気がする。6人タッグで。はい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 。So it was a six-man tag with like で、かすみちゃんと一緒にみんなバイバイとかじゃなかった？And everybody left. みんなバイバイだった、だったのかな。でその時に私思ったのが絶対失敗するからその七重さんが行く道は。だからいつでも帰ってこれるようにアイスリボンめっちゃ守んなきゃみたいな。そんな思ったの？そう、いつでも。I'm Sakura remembers thinking there's no way this thing is gonna go okay. で、桜さんいなくなっちゃったじゃん。いやいやでもねその後に、はい、スターダムが、はい、めちゃめちゃうまくいくのよ。She says this is not gonna go well at all. So I'm Sakura thought I have to make Ice Ribbon big so she can come back always. But after that, Stardom became really big. 畑戦かな？何か見に行かせていただいて、いやもうお客さんも出来上がってるし、選手も出来上がってキラ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 してて、その若い子に教えてデビューさせた七重さんもね本当にすごいなと思ったし、アイスが。She thought like the new people that came was like very like of all pretty girls doing incredible wrestling and every audience was really into it. これねこれ上にあんこときな粉かけてきて。あポッピンス。そう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 。いやでも本当にその時私も恥ずかしくて自分が、本当余計なお世話だったなと思って、でも悔しいなと思ったその時、若い子に囲まれて知らない人たちしかも、キラキラしてて、懐かしい。Osaka was enemies at that point. で一回だけスターダムで再会してる私。そうですね。I'm Sakura participated in Stardom once. その後楽園のシングルマッチが最後ぐらいだったと思うんだけど、It was a single match in 後楽園。誰かが欠場で、なんとかちゃん、結構体がでかい、なんとかゆいちゃん、なんだっけな、おっしゃったけど、もう辞めちゃった子なんだけど、はい、欠場になって急にさくらさんって言われて試合して、
She did participate in Charlotte なんかファイトスタイルがすごい変わったの。なんか関節とかもすごい使うようになって、ロープ飛ばしながら関節みたいなところすごいあったりとか。Nonai-san's fighting style changed a lot. なんかそれでなんかね悔しかったなでも。So she was pretty envious, like well, frustrated to be honest. でそうこうしてるうちにスターダムを辞めるようになって。So one point she stops.やっとこの時が来た。She stops with stardom and でももちろんその時はもう一緒にやりたいとかではなくて、私もなんかいなかったよね日本に。あれ ？But when she did that, I'm sorry, kind of was not in Japan. 15年はどこにいたの？タイにいた。お互いの幸せを祈るみたいな。So she was in Japan. She left Ice Ribbons. Everything was ended in 2015. お互いいろいろな なんか道を歩いてきていますね。So both of them has walked a lot of paths now that they are here. 本当だね。Very different paths. で、そのまあ私がドーム部やって、奈々ちゃんがスターダムを辞めてからどこへ？スターダムを辞めて、それでシードリングですね。旗揚げをするので辞めたんだっけ？いや、辞めてから。辞めてから決めました。やっぱり旗揚げしよう。はい。ってなって、はい、夏希と。はい。これ初めて食べるのポッピンス、ハッピンス、ポッピンス、ホッピンス、ハ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 ッピンス。だからあのコリアのかき氷。初めて食べるの。うん。えハマってるって言ってない。あ、韓国にハマって今初めて作った。ああ。This is a Japanese ice cream everyone. Korean ice cream everyone. いろんな食べ物があるんだけどここに。うまい。There's a lot of things. うまい。これはやばい。若い子の間で流行る。Everything is made by Ami Sakura.これやばいよ。いただきます。めいちゃん一口目ここで食べて。スイカがねえか食べてるの。そうです。ん？おいしい。Very tasty ですね。あのさ、これきなこが喉に。めちゃめちゃおいしい。きなことあんこは裏切らない。うん。このアイスはさくらさん手作り？アイスもあんこも手作り。へぇー。あずき割れたよ、豆から手作りじゃないよ。豆入れてただけだけど。まあ、そうでしょうね。うん。It says, the ice cream, even the beans are made, handmade by M. Sakura. ごめんね。巌流島の話はいろいろあってできないから、ごめん、さっきからすごいいろいろ書いてくださってるのは分かってるんですけど、お話できないのごめんなさい。どこの話ですか？あ、それは大丈夫、日本のお客さんしか分からないから。うん、そうなの。で、なんかその前かな、アイスの時には JWP のベルトをかけて19時女子プロレス、あーはい、19時女子プロレスでタイトルマッチやりました、やりました。 They're talking about the 7pm Japanese pro wrestling every day. They broadcast it on the city internet wrestling promotionin like 2010 or something. これカロリーあるよね。うん。食べない。食べちゃダメ。めっちゃ美味しい。I can ask short time once. そんなにじゃない。質問来ました。聞いて大丈夫ですか？ナナさん、いつかスタジアムにもう一回試合しますか？うん。おお。それは。Will you ever wrestle in stardom again? これはわからないですね。She says she has no idea. うん、no idea.Maybe, maybe not. うん。ナナエさんも今足を怪我してて。But as she is injured right now for the last six months and is recovering. 復活できるのかすらよくわかんない。復活できるか。This is at a point where will she ever wrestle again or not? こんなになんか平和に話してるけど、実は復帰できないかもしれないもんね。There's a good chance she might not be able to come back. なんかやっとなんか年内に復帰したいなって思うようになったんで。She has finally thinking aboutトレーニングとかを本当にサボってたから、ここまでのプロレス人生で怪我もめちゃめちゃ多かったよね。多かった。And Nanae さん had a lot of injuries. 腕の骨折でしょ？ A lot of injuries. 足、肘？膝、膝両方靭帯切ってる。前十字。Both of her ligaments on both knees are done. 肩の脱臼。Shoulder separation. あと首。Neck.首で何頭から落ちて救急車で運ばれる。She got dumped on her head. 2回 Was taken out by an ambulance twice.
からなんか I think ankle as well. 何をやってもなんか怪我するんじゃないかって思って、ね、She says no matter what she did, she would get injured. That's the kind of thing that happened. でもホワイトスタイル変えないもんね。微妙に何でしょう、変わってんじゃないんですかね。うん、うん、なんか She got injured a lot. なんかあの絶対自分を変えない、自分のやりたいプロレスっていうのを思いながらもいろんなものにぶつかったりとかしながら形を変えて、うん、まあ七重さんって来年25周年じゃん。25年、はい。Next year, Nanae San is also 25 years anniversary. She said she would not change no matter how many things she got bumped into. でも今の自分のさ、女子プロレスに向かい合う気持ちが今一番しっくりきてるってことだもんね。まあちょっと復帰を考え始めて練習ちょっとしてみようかなみたいな。So right now she's thinking about maybe making a comeback, maybe trying to training again. そう、でもさっきさ言ってたそのさ、自分、あなたが今一番やらなきゃいけないことは足を直すことでしょっていう。本当それだなっていう。She says, finally, as I'm Sakura said, your biggest job right now is to fix your leg. And she's finally paying attention to that. だってさっきまで、いや私に会えたらみんな喜んでくれてるから、私もみんな会えてそれを見れて嬉しい人が言ってたのが、She definitely said, like, everybody looks forward to seeing me, so I have to go there, I have to do work. But... そっか、復帰までじゃあ何パーセント、まあ、どのくらいの期間待つとかじゃなくて、今、仕上がり何パーセントみたいな？わかんないね。どうなんだろう。うん、だってさ、だからさ、Thank you, Alexander. やればできる気もしちゃうわけですよ。She says even right now she feels like if she does it, she can do a match right here. 今でもできる気もするわけですよ。She feels like she can really do a match here if she doesn't have to stand. 何か。立って何かやらないことなかったら試合できますって。膝立ちで、膝立ち。If she is on her knees, if everybody stays on her knees, she can do a match right now, she feels. うん。で、ももはね、天才だから本当に。モモラッチとかムーンサルトとかのキレがいまだにやばい。すごい。She says, すごいよね。子供たちもやばい。やばい。ももえさん、whose cues are very famous on Twitter right now.She says her moonsault is way too beautiful. なんかももちゃんの息子さんがすごいんじゃなくて、あのすごい息子さんのお母さんってレスラーだったんだみたいな。あ、そっちに。息子さんも有名で。あ、有名ですよ。ツイッターですごい有名です。この、うん、これはちょっと美味しい。私もいつか誰か当然見つけて、え、これすごくない？みつちゃんに見せたら、ね、みつちゃんがすごい有名だよって。Like I found them by accident once in Twitter. I saw it to Mr. Chan. I was like, did you know these? Like they are very like so good. And she goes, yeah, everybody knows in Japan. Cream cheese, yogurt. Mmm, 美味しい、濃厚。これ美味しいね。チーズみたい。びっくり。Very tasty ice cream by M. Sakura. And sign, thank you, bro. 何か、うん、早く治るように期待してますって。ありがとうございます。Thank you very much.エンドシン、エンドシンさん、うん、エンさん、あ、アルザンダも早く直してくださいって言ってた。ありがとうございます。ナナエさんでも、うん、ナナエさんも私も、うん、だからノーミ君もワッキーも、うん、みんな結婚して子供生まれたけど、そうだよ、我々どうするんですか。どうにもならない。 Everybody else left. え、結婚しないの。さくらさん got married, had kids.急に子供なんかポンって言うんでさ、その子供自分のさ、いや子供でも40レスラーにしてさ、43だよ、まだ大丈夫でしょ。ちょっとそれは人生舐めてんじゃない。だってさ45とかで産んでる。いやいや、それはよっぽどなんか特殊なすごい素晴らしい環境の気合があれば産める。 it might be that I'm Sakura one day just shows up with a kid like this is my kid and she's gonna be a wrestler or he's gonna be a wrestler. So I, like she says but she's 43, she's like yeah you can do it. 人生舐めて、 but I'm Sakura says you're looking down on the life. Nanae-san says if you really want to you can make it happen.いやでもね、ちょっとじゃあ急に女子トーク急に女子トーク All of a sudden, girls talk. 10分ほど七重さん質問コーナーやりますって。
いい話もだったんじゃないですか。本当？後で教えてって。あ、それで私ずっと七井さんに勝てないまま来たんだけど。There was a point that she has never won over 七井さん。2019年年末に。In the New Year's of 2019. 七重水波さえたい桜水森メイっていうカードがあったの。There was a six-man tag between Sakura, Yunamon, and Mei versus 七重。水波 and サエ。サエ。で私あのしかもシードリングの年内最終戦で、はいはい、This was the first match of seedling。みんなやっぱりシードリングの応援してるわけじゃん。Everybody is looking out for seedling like seedling is gonna win that match. It was basically seedling versus Gato Move。メインイベントでイリミネーションマッチで。And it was elimination match。なんか私結構あっさり負けちゃって。Ami Sakura lost very easily。で、あ、なんかまあまあ。これがガトムーブよみたいな感じで見てたら、It was like, oh, this is Gato Move, we lost. まさかのユナモンが、At that point, ユナモン、水波&七重を落として、She says, see, 水波、ユナモン did through 七重 and 水波 over the top rope and won it for Gato Move. ガトムーブが勝ったの。And Gato Move won that match. でも何かで試合をしてガトムーブというか自分が勝ったことってなかった。七重さんに勝ったことなかった。しかもアウェイっていうか相手の団体が。She says going in the other company and winning over 七重さん that has never happened. But we've got to move or like Ami Sakura won that match. すごい嬉しくて。She was so happy. もうこれ引退試合にしようと思って。She says, so let's make this my retirement match. めっちゃ感動して喋りが止まんなくて。She says she talked so much that she couldn't stop. あれなんかここに帰ってきた私ずっと一人で喋ってなかった。あれなんか。After coming here.Sakura-san still just talk. 感動は止まらなくて。で、それは続けててよかったな。七重に勝ったって。すごいね。壮大な物語。壮大な物語。It was way too long. Too long, long journey. 2019年に2人の歴史は終わってて、2019年に私が勝って終わってるよ。She says her, their story ended in 2019. 終わってないだろ。で、Sakura-san が素敵な。なんとか大会やったらすぐこれは引退試合にしようと思っちゃうんですよ。でもこれ以上ないと思うから。She says, そのぐらい感動する。すぐ思っちゃうんだ。She thinks this should be my time. よく言うんだ。よく何か葵ちゃんの引退試合でも。葵ちゃんの引退試合でも思った。これ私がこれ私が引退試合やるべきって思いましたって。She also told in Aoi Chan's time that this should be my これ引退試合でいいよって思いますよ。She, Nanae-san kind of understands. She goes like, she found sometimes herself too. Like, this should be, like, I should be okay with this. Showtime. Oh, いい質問来ました。はい。Showtime さん。Plan for streaming service to watch Seedling. Seedling がストリームで、ネットで見たことできるような何か予定ありますか今。生配信いや、生配信も昔の何か。うんうんうん、試合とかが YouTube でちょっと上がってるんだけど、シードリングチャンネル。She said, they said on YouTube there's a seedling YouTube channel and they are putting it a little bit. Streaming service では何か DDT さんがレッスルズユニバースやってるとか、新日本がこうやってる何かシードリングだけの何かが、これで全部見える最初から。ないの。See, they don't have it 何かやる予定ですかとか話です。みんな待ってるよ。待ってる。え、うん、ガトムーブやってるの？今これだよ。え、これ何？私たちはなんかノンペイモールです。これは全然難しい。あ、まあ、無料なんだけど、うん、そう無料で YouTube やってて、試合は全部放送してるし、アーカイブ全部無料だし、トーク毎日やってるっていう、これの番組を大事にしてるってことかな。すごいね。うん。So, でも TikTok とか。They say they don't have Showtime. They say she says she don't have it as of right now, but she's like surprised. As in like, does Gato Move have one? So like, yeah, we have a no paywall and we show everything on YouTube. So she is very surprised. みんな見たいですか？ Do you guys want to see? By the way, she's asking right now. How many people would like to see a streaming service for Sibley?今見てくださってるファンの他に海外で見てくださる方がすごく増えるので、負担のないやり方だったらすごくいいよね。だって見てもらいたい試合いっぱいストックっていうかあるもんね。そうですね。で、ちょっと考えてはいるのですけど。They are thinking a little bit about it, she says. 見たいです。多分あと5年ぐらい考えます。Yeah, like, yes. So if you guys want to, they will, I think, pretty good. Now, Showtime さんが goes, yeah, hi! って言ってる。Yes! で、合わせてやっても全然大丈夫と思うんですけど。あ、みんな待ってるよってことだ。Yes, yes, yes. 優しいね。もうどんどん灰が来てます。
これ、スースケドルの全部。あ、スイカも来ました。お、スイカ、スイカ。スイカは多分、スイカハイのことです、うん。え、いいね、このスイカ。奈々ちゃんから逆にみんなに聞きたいこととかあったら。え、すごい日本のプロレスが海外で人気なの？人気なの？シードリング知ってますか？Guys, do you know Seedling? If you know Seedling, send us a watermelon and she would know that you know Seedling. Like, Seedling した場合はスイカあげましょうって言ってます。If you know Seedling, send us like a watermelon emoji because she doesn't believe that Seedling is famous in outside of Japan. あの、YouTube のどこから見てるのとかわかるじゃないですか。で、うちのなんか見たときに、1位が日本で、2位がインドだったの。嬉しい。あ、インドです。そう、なんでインドの人。最近何か日本プロレスがよくインドで熱い。最近なってます。へえ。So they say because they can you can find out which country watches you the most in from from outside as in. So Seedling, the number one company that watch, the number one country that watches Seedling in your own YouTube is Japan, and the second one is India. I am incredibly surprised and very happy. これは面白い。やっぱ団体によって全然違うんだね。ガトムブはアメリカが2位で、アメリカ、日本、アメリカ、UK でインド、インド、4回目がインドです。でもその日本、アメリカ、UK、インド結構下の方というか、UK と同じぐらいですけど、パーセンテージが UK とインドが戦ってる、どっちが3番かみたいな感じで、面白いね、うん。どういうところが、だからなんで引っかかったのかなって、そうだね。うん、なんでですかね、アッキー、なんでだと思う。多分分かったらガトムーブのインドを見てみて日本のプロレスなんていうかな、このまあファイトスタイル、ファイトスタイルよりなんていうかな、最近プロレスがそのもう何か、うん、もう今 YouTube 見てるのも増えてるんじゃないですか、うん、で YouTube でプロレス見るのも結構みんな始まったんですから、多分全員にインドが見ると思う。インドですごい有名でしょ、プロレスは、うんうんうん、日本のプロレスがインドで見始めちゃったら一番大きいマーケットになっちゃうんですよ、うん、急に。それぐらい大きいだから。急に。本当に。なんというかな。クリケットの中で一番有名なスポーツ。へぇー。1.4 億の人の中で。へぇー。1億4千万人、1.4 億。あ、じゃあ1億4千万人。だから世界の7人の中で1人インド人です。全員、絶対。だから、この中で2倍のスポーツはクリケットの後でプロレスだから。もう何か最もう 2年ぐらいでゆっくりゆっくり日本のプロレスも有名になってます。あー、へえ、すごい嬉しいです今ねえ、私も嬉しいみんなどこの国なの、うん、インドのも何人のお客さんがいます、もういっぱいないんですけど、Where are you watching from and what time is there? What time is difficult, so just let's say where are you from、うん、ありがとう、直してくれて。No problem. シードリングはアットホームだから、アットホームなの。全然違う気がする。奈々ちゃんは10年前からインドの人口13億。へえ。13です。最近14になったばっかりです。あ、14億になったの、どんどん増えてるね。どんどん、もう2年でなりました。ニューヨーク、イタリア、秋読んで。ニューヨーク、イタリア、ニューヨーク、イタリア、ミスティック・ヴィレッジ、スウェーデン、ベルジアム、ニュージャージー、スコットランド、USA、ジャーマニー、すげえ、シカゴ、キヨト、カナダ、シンガポール、UK、モスクワ、フランス、セタガワ、ニューヨークシティ、サウスカロライナ、アイルランド、メルボルン、オーストラリア、すごい、アイルランド、これすごいね、サウスカロライナ、ナナエさんは taking a picture of the screen、サウスカロライナ、博多、ひまりが丘、シアトル、USA、ジャパン、奥多摩、うん、奥多摩、いいね、ニューヨークシティ、ニューヨークなんて朝の、あ、トロピカルチャンネルさんも来ました、トロピカルプラネット、トロピカル、どこやねん、いや、そうなんです、いつも、モスクワ、ロシア、時間が全然違うから、うんうん、日本の時間に合わせてやってる、本当に朝の6時とも、そうだよね、昼で、夜で、うん、1時間前、13時間の違いでも何でもあります。うん、マニラ。へぇ。マニラ、そしてカラスやフィリピンズ。
東京。東京。仙台。仙台だ。七重。七重さん信じられないって。これを見たらびっくりしてるって。川崎。川崎。うん、すごいね。あのいつも本当に150いかないぐらいとかなんで、今日200人も見てくださったので、すごい。全然。前兆の話とかデビューした頃の話って話せる人が本当にいなかったから、うん、奈々ちゃんのおかげでいろいろお話することができました。よかったです。私ね、今悩みがあって聞いてもらっていい？はい。So, Amisana says, thank you very much for listening because you provided a very good chance for me to speak about the 25 years. いや、今日さ、And she has some troubles right now. She would like to get off her chest. 放送やろうって言ったのいつだっけ？The day before yesterday, Anasagara contacted her about doing this live. で、その時は普通にトークショーをやらせてもらおうと思ってて、あれだったんだけど、実は今日、はい、すごい素敵なコメントが来ました。ワンがこの何か花くれたお客さん、はい、何かアメリカですけど、次何かみんなが自由にあちこち行っても大丈夫になった時代には、うんうん、UK と USA のお客さんがぜひ七重さんを何か目の前にプロレス絶対見たいって。おお、嬉しい。カナダどこで試合したことあるんだっけ？アメリカと。She has wrestled in USA and UK どうですかまだ？UK ないです。あと She has never wrestled in UK yet. ミャンマーとか。But she had wrestled in like Sri Lanka ですか？はい。すごい聞いたことないです。すごい。She had wrestled in Sri Lanka by the way, my neighbor.うんすごい近いですから、うん、びっくりしました。そう、他団体との違いはあるから、あとは世界に発信するだけを、うん、直前オファーをさせてもらったんだけど、さらに困ったことが起きちゃって、なんと、はいはい、17日明日明後日の大会で欠場者が2人出てしまって、あ対戦カードが全然変な風になっていうか、うん、まあ、何も考えられなくて。So Asaka、はい、right now is in trouble as in her main event with、Yonemasan and Riho-chan could not get in anymore. 体重を落とすはずが、はい、なんかアイスクリームとか食べちゃって、今日。And she was supposed to be at 60. いや、すごい痩せたのに。いや、もう頑張れよ、最後の最後で。言い訳でーす。So, what happens is, Asaka is saying this is a trouble. She wanted to be at 60 before her 25th anniversary, but she has been eating ice cream every day.And food and sweets for two weeks or three weeks probably. The day she decided that she wanted to be 60 kgs, the same day she started eating everything. And yeah, 今日は60の目標を知った日から食べてます。その日まですごい頑張りました。でも今日はその特にね、あの私とヨネちゃんがメインイベントでシングルマッチ、はい、25周年で、はい、いつもショコプラ3試合なんだけど、特別に6試合やって、そんなにもう、うん、でもこういう大会はもう二度とできないぐらいの、うん、もう最後詰め込んで、うん、とりあえず打ち上げ花火だと思ってやろうと思ったんだけど、うん、そのリホちゃんとヨネちゃんが出れなくなってしまって、はい、メインのカードが変わっちゃうので、誰と対戦したいって言われてもヨネちゃんに向けてボコってなってたから、うん、全然こう思い浮かばなくて。 So, Asaka really wanted to do like she had the main event with Yonemasan and we have six matches in Shiga that has never been we have never done that before and it will never happen again. It is like aonce in a lifetime thing that she was doing. Let's make it just biggest ever. Like, let's not get hindered by the fact that the world is this way. Let's go all out and do everything we can. But now that the main event is up in air and Riho-chan is not coming as well, this is becoming like a very difficult situation. She wanted to focus on Yonemasan completely, but now, what to do?で寝れないからアイス作ってたらもっと寝れなくなってでお昼ぐらいにそのニュースが入ってきて、でまあそこからもうカード考えてももう無理で、でも奈々ちゃん来るからあやばい遅刻しそうって来たらまだ来てないし、あのなんだもうこれはと思いながらいろいろ考えたんだけど、一つアイデアが浮かびました。She says she has one idea for the main event after all these troubles. 25周年私とヨネちゃんができないんだったらもうこの人しかいないと思ってオファーをさせていただきたいなと思っております。 She says there's one person she has sent an offer to if she cannot wrestleYoneyama Kaori, this is the only people, only person that is left. 8月17日、Sakurami 2020年ですね。25周年記念試合。17th of August, 8 p.m. Japan time, Ami Sakura's 25th anniversary, Choco Pro Live 41. シングルマッチ。シングルマッチ。Sakurami 対高橋七重。ちょ待って。ちょ待ってよ。ねえ、なんで舞台にしてんじゃん。ねえ。She wants to wrestle Nanae-san and this is not decided at all. Nanae-san is surprised. 今日話してみてさ、はい、もうないと思った、なんちゃんしか。She says, after talking, she thought like, there's nobody else. はもう、怪我ですよ、さくらさん。She's injured.
いやでもさ、ちょっとやる気があるとか言ってたじゃん。She wants to do a little bit. That is not true, everyone. ほら、みんなも喜んでくれてるよ。イエーイ。A だよ、A だよ、みんなびっくりしてる。そう。Everybody's not saying yay. Everybody's saying what? 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 でもここまで2時間半話聞いてさ、もうさ、私すごい悩んでて。もうあまりにも悩んで、もうメイクもしちゃうぐらい悩んでて。メイクしちゃう？いつもだったらさ、リラックスしてすっぴんで出るんだけど、今日やっぱり奈々ちゃんとさ、後でこう対戦カードのような写真撮んないといけないと思ったから、ちゃんとメイクもした眉毛太めで。みんなもいいと思うよね。七重さん対桜がいいと思う人は桜、スイカと桜一緒にこの2つ送ってください。不安が、私は足をまだ怪我してる女性と戦って勝つって言ってる夢桜。そうだよ、ワン。ほら、お花ももらったし、私ね、このお花と一緒に勝つよ。これは絶対いいポイントじゃないでしょ。だって勝ちたいし。誰？誰がやんのよ。 Nobody's doing it。すごいね、こんなにカード発表してなんか批判されることなかなかない。By the way, you guys are taking it seriously. She's not. She's pulling like I'm. あ、いた、一人。あ、よし、お前無責任だな。かわいそう。かわいそう。七重さん試合してかわいそうなんて言われるよ。ところで落ちぶれましたわね。うわー。腰は足と言われてます。腰は。腰は。腰がひどくて。Yes. Back pain versus leg pain.昨日の高田さんと話してる最中にぎっくり腰になっちゃって、もう終わったみたいな。で、今は、まあ、今はまあ立ったり座ったりとかできるけど、どうしましょう。すごい、ユナモンが。七重さんのお体も大事です。何鬼、鬼。そう鬼です。なんか鬼なんだって、私。さナちゃんのパッション、今までのパッションだったら、そうよし、やったるぜってなってさ、自分の団体と規制しないでチョコプラで。すごいいいこと言って、なんか引っ張ってもらう感じですか、サガさん。サガさん is trying to pull ナナイさんと fighting her。 私だって、12時から、まあ12時半、1時か、1時からもう9時間、10時間半も考えてるんだ、この問題を。誰かいないの？Isn't that everybody out there? 誰かさ、これ見てる人が書けばいいじゃんよ。Yes, somebody in the watching 私がやってやるよって。Just say like, I'll do it. 誰かいないのか、さくらえみを倒したいっていう人は。Isn't there somebody out there who wants to take down Miss Sakura? Just say, I will do it. いないのか？どうする？いるのかな？誰か書けばいいじゃん。アッキーは出てこーいって。シャーあるの？アッキーある。アッキーもメイちゃんもめっちゃいいシングル決まってるのよ。誰とやるの？私は鋼さんと真の鋼さん、インディージュニアのベルトを持ってる鋼さんとタイトルかかんないけどシングルマッチ、うんうん、めいちゃんはゆうちゃんとシングルマッチなの、うん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 、これ崩せないでしょ。崩す勇気ある？いや、だって、え、じゃあめいちゃんごめん、私ゆうちゃんとシングルやりたいから、私にゆうちゃん譲っ て言える？じゃあめいちゃんならどうぞどうぞって。え、めいちゃんちょっと、私ゆうちゃんと試合したいから私に譲ってくれる？嫌です。めいちゃんとそのものはゆうちゃんと、恥かいたじゃないの。恥かいた、恥かかされた。もうじゃあとりあえず寝てから考えよう。So I'm sorry, I was gonna sleep a bit and think again. So please wait. つかないもん。Please wait. She will let you all know her words. でもそうだよな。本当にだいたいいろんな人とさ、やっぱやってきてるじゃないですか。うんうんうん、で今からね、やりたい人っていうのもなかなかいないでしょうし。うんうん、It is pretty hard to find a new opponent after you have done for 25 years of wrestling. うんうん、このリンゴは何？めいちゃん。ああ。一日2試合っていうのもね、そのそれぞれのゲストっていうか、もうめちゃめちゃいいカード、二度とできないカードを組んだつもりだから失礼になっちゃう。豪華だね。いや、すごい豪華だよ。ちょっとカード言おうか。はい。まず、新人が6人デビューしたうちの2人の新人王決定戦並みのもの。うん、で、ルルペンシル対桐原時子。でしょ？はい。タッグスリーウェイで、はい。ユナモンサキちゃん、ユナモンサキさんが組んで、アントンさんと藤田実さんが組んで、はい、クリス・ブルックスとショートさんが組む。すごいね、すごいカード。で、メイちゃんとユウちゃん、うん、で、アキと鋼さん、うん、で、これがちょっと、まあ、変更になっちゃうんだけど、もともとは、リホちゃんと水波さんが組んで、うん、マコちゃんとみずるちゃんだったの。
うん、で最後が私とヨネちゃんだったのね、うん、でその水波さんとリホちゃんのタッグについてなんだけど、うん、今実はその AW で夏の女子の、タッグトーナメントっていうのがあって、うん、でその噂はっていうか、まあ、ずっといつかあるだろうと思ってたの、うん、男子だったから、うん、で女子遅れてくるにしても絶対出たいと思ってて、うん、でその時には誰かを推薦しようと思ってめっちゃ準備してたのね、うん、それがもう消えて、so, by the way, the tag between the she told Nanae-san all the card and the card between、うん、the match between Riho and Mizunami versus Mako-chan and Mitsuru-chan was because as you all know there's an AEW women's tournament going on right now in America because that was supposed to happen for a long time. It was there are rumors that because the guys won't happen, the girls won't happen as well. But so she thought maybe we could have like our own AEW tag right here. So the tag between Riho and Mizunami was supposed to be one of the tag matches that is happening in US women's AEW women's time. エミ VS アリサ中島いいんじゃないですか。レフリーなつきたいよ。殺されるいいんじゃないですか。アリサが言うと、シブルが殺される。25回ステーカント取られるわ。いいじゃないですか、25周年記念で。シブルが beat 25 times。75回取られちゃうカウント。いいんじゃないですか。聞きましょうか。やめてやめてやめて、ね、やめてやめて。いやもう、アリサと試合するぐらいだったらもう私、レフリーだけでいいや。さくらゆみ25周年大会でしょ。だから全試合レフリーする。あ、よくない私のこと全部見れて。え She says she will, how about this? She will referee all the matches and would not wrestle. I'm surprised. じゃあそれで歌を歌えばいいんじゃないですか。そうしよっか。歌を歌うか。うん、今から新曲作れるかな。新曲作るのと対戦カード決めるのどっちが早いかな。新曲17日までに完成させなきゃ。はあ、耳萩原さんいいね。I'm Sakura asks which one will be faster, making a new song or making the car? 中島さんが JWP に出る時から多分ずっと当たってる。一回当たったか、分隊で2人で。よし、もう葵ちゃんはリンガーナでいいじゃない。葵ちゃんがレフリーやってくれるんだけど。あ、そうなんだ、うん、まあ、じゃあ考えます。最後もうこんなになって本当はね、かっこよく私がやります決定とかやりたかったんだけど、それ田村様だわ。だけど、まあ、決まらない時もあります。そうですね。そう、いや、まあ、同じくそのヨネちゃんが JWP さんに出なか、ピアゼーさんに出ないってなったんだけど、速攻カード出してて、なんて早いんだ、これ早すぎると思って、決められません。She cannot make it the match, but she will make it. もうちょっとスイカ食べてから考えます。ね、小笠原先生って何やってるんですか。小笠原先生は分かんない、あの肩稽古の動画とかたまに送ってくれるけど。急にメールがこの間来て、あ、本当に？でインスタもフォローされて、あ、そう、急に連絡来るよね、小笠原先生ね。みんなそういうものなんですよ。ああ、なるほど。ため息。Well,いや、ここでももちゃんに私ね、オファーしたら本当にね、もう世界中に殺されます。もも？もも？いいじゃん。If Emi Sakura sends an offer to Momo-san right now, she would get killed by the whole world. 何時から？17日の。夜8時。あ、夜はももが出てこれない。だよね。あ、よかった、今。ちょっとよかったよ。これで昼で、昼ならもも大丈夫って書いたら困っちゃう。ま、どうにかなります。もうでも、本当に、本当にいろんな、里村さん、里村さんとか加藤さんとか長島さんとか、うん、まあ、堀田さんもそうだけど、うん、みんな25周年とか35周年とかの大会ができなくなってて、で自分も本当はリングで大会やるつもりだったんだけど、それがまあできなくなっちゃったの、うんうん、だから、あ、25周年、まあ、大会できるかも分かんなかったし、25周年自体ができないかなと思ってたから、うん、大会ができればもういいやみたいな気持ちになってます。 She saysA lot of people couldn't do their 25th or 30th anniversary. So, and she was about to do a big show for her anniversary as well, but she can't do it right now. So as long as she can do the show for her 25th anniversary, she's happy. So that's where she's at right now. 誰よ？で、マコトとシングルとか。誰か。誰が見たいんですか、みんな。なんかね、もういろんな人と決着つけてきちゃってるから。She says she have had...Like, the stories has been finished of all with all people, most of the people. マコちゃんとは確かね、マコちゃんがと別れて、別れる時に最後のシングルやって、でまた再会した時にシングルやって、多分私が負けたんだよね、その時に。で、マコちゃんがあの腕立て100回事件覚えてる？え？腕立て100回できなくってとかいろいろあったのが、はい、最後腕立て100回やって、すごいいい話で終わってるから、そこをまたぐちゃってするのもあれだし。
難しいとこですね。難しいですね。はい、難しいです。 It's pretty hard to find an opponent that you can still have a story with ね、里村さんとかね、あの試合してみたいけど、でもジャジャマトーナメント棄権してる中出てくださいって言えないよね。She said she wants to wrestle Satomura-san as well, but there was an incident with Jajanama tournament, and it's really hard to ask her to do it. まああと1日あるから。But there's one more day to go, so we will be able to do it. じゃあすごい楽しみにしてますね。Yes, I can do it. 合ってる？ She can do it. Just wait one more day, everyone. Thank you very much. ナナちゃんとの友情もここまでです。いや、違うよ。試合をしてる人だったらさ、復帰してたらもちろんさ、She says, "Don't say that." やってやるって絶対言いますよ。She says, if Nanae-san was not injured and she was doing matches, she would definitely accept it right here. ちきしょう。なんか悔しい。She says, ね、こんな for some reason it's frustrating. 悔しい。It is frustrating for Nanae-san. はい、ということで今日も、放送を助けてくださったスポンサーの皆さん紹介しましょう。チョコチロさんです。Yes. I'm Sam, スポンサーだ。私が名前を言うので、はい、ななちゃんも一緒に名前言ってくださいね。はい。はい、アレクサンダーオーブコフさん、アレクサンダーオーブコフさん、ナメヌコさん、ナメヌコさん、トロ企画ユカナさん、トロ企画ユカクさん、サンダユカナさん、ユカナさん、はい、サンダーフォースセブンさん、サンダーフォースセブンさん、うーんサンダーねえすごいな、ダイオン、ダイオン、ザイオン、ダイオン、エミリー、エミリー、ペンギンガール、ペンギンガール。フレディプリモ、フレディプリモ、バカナル東京さん、バカナル東京、はい、ごちそうさまでした。アルフィーフィッシャー、アルフィーフィッシャー、スチュワー、スチュワーと、ドック、ハロー、SCSG、ドック、ヒロシュ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 、マットさん、マットさん、ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけましたか？いやでもぜひまた奈々さんここに出てもらいたいと思います。チョコプラ楽しんでいただけましたか？はい、はい、楽しかったです。今日印象に残ったことは？印象に残ったこと、うんうん、サクラエメはやっぱりとんでもないっていう。Yes, so what was the impression today? Of course, I'm Sakurai's way too much. She is too hard to handle. でもその奈々ちゃんがまあ怪我をしてもその辞めないでいてくれるってことはすごく励みになってるし、なんていうんですかね、やっぱ同世代がうん、いる頑張って同世代と先輩が今頑張ってるから、ねうん、私も頑張ろうってやっぱ思えるので本当にそれは頑張りましょう、いつも一緒に25周年Do your best 頑張りましょうよ。ね、強い、よもよもしないで、画面から出ちゃったじゃないよ、よもよもしないで、 Still fighting, still fighting. はい、そんな感じで、チョコプロのね、はい、キャッチフレーズがあるんだけど、はい、私がシートって言ったらイエイ、私がリビットって言ったらゲイ、イエイ、ウィアーって言ったらチョコプロ、チョコプロです。はい、チョコプロパッションにしようかな最後。はいはい。Let's do the last one today as チョコプロパッション。見てくれた、楽しんでくれたみたいな意味です。はい。いきますよ。はい。シート、イエイ、リビット、イエイ、ウィアー、チョコプロ、やり直し。パッションだったんですよ。いやパッションじゃない、チョコプロパッションみたいな、はい、まずイエイがダメだもん。あ、すみません、はい、今もうよっしゃ本気出してこうぜ、本気出してこうぜ、マイクが近いからもっと本気出しながら、はい、One more time 本気出してこうぜ、いきます、はい、シートイエーイ、リビットイエーイ、ウィアーチョコプロパッション、ありがとうございました、バイバイ、バイバイエブリワン、 Thank you so much, see you next time。Bye. See you tomorrow. See you morning watching party. Please tomorrow 10 a.m. watching party. Yes, see you there, everyone. ありがとうございます、なるみやさん。